はい、ご紹介いただきました福川と申します。タイトルを言っていただいた。はい。どうしよう。まず私は神戸に住んでまして、昔小学校の2年生から4年生まで。6年生まで神戸で、小学生の多感な時代を過ごしました。それから今日今からお話しするのは高松のお話なんですが、震災の直後に高松に行って、永田夏の家を作りに来たんです。その時は確か船乗っていましたので、ここはとても神戸と高松は近いところだなという認識を持っています。まあ、ということで、事例としては高松丸貝町商店街のことをお話ししていきたいと思います。でまず3ポイントアプローチですけど、これですね、まちづくりにはすべからく3つのポイントが必要であるというのが、ここ数年の主張でして、3つのポイントとはデザインとスキームと、まあ、産業と書きましたが、これはあくまでも、工場で作る産業というよりは大きな工場であるというよりは、その地域のライフスタイルをブランド化して、それをその中心市街地で発信していくと、同時にライフスタイルを育んでいくと、まあ、そういう意味です。で、この3ポイントが必要。3ポイントアプローチなどというのは、これ実はご存じかというか、アメリカのナショナルトラストというのはメインストリートプログラムというのをやってましてね、ダウンタウンの再生もう何十年もやってるんですが、そこが唱えているのが 4ポイントアプローチ4ポイントアプローチを真似して3ポイントアプローチにしました。4ポイントアプローチは記憶のいるところによると、プロモーション、デザイン、エコノミー、オーガニゼーションだったと思います。アメリカのナショナルトラストはこの4ポイントアプローチで何千というダウンタウンを再生したと豪語しています。で、ここにあるように、この中身はこのお話ししていくんですけども、高松丸貝町で言いますと、デザインに関してはですね、そこに書いてあるパターンランゲージを使ったデザインコードというのがまずデザインのところで出てきます。それから、スキームの方はですね、定期借地権方式の市街地再開発事業、そして、町づくり会社が、その保有床を取得して、運営していくと、ちょっと説明が難しいかもしれません、後で言いますね、いうやり方がスキームです。それから、産業に関して言いますと、今ちょっとやっているのがですね、さぬきライフスタイル研究所というのを作りまして、これが商店街を再生して作ったビルを使って実験店舗としてですね、町の修練、短いので省きました、この後に963とついて町の修練くるみというのを今運営しています。他にもありますがやっているんですが、これが主なことになります。というような具合なんです。で、この話をこれからしていくんですが、これからの話の趣旨としてはですね、これ3つ書いてあるけれども、一番重要なのはデザインであるという主張をこれからしますので、よろしくお聞きください。皆さんデザインの学生さん多いですね。でちょっと本題に入る前に自己紹介多少させていただくと、私はずっと実は歴史的な町並みの保存の仕事をしてまして、ここに書いてある川越、佐原、長浜、奈良川、これは木曽の中ですね、といったような町でいろいろお手伝い、町づくりのお手伝いをしてまいりました。そういう意味では高松は実は戦災にあっていて、城下町の町割りは残っているけれども、町並みは残ってないんですけどね、古い町が残っているところばかりで、やることだけがもうじゃないだろうと思ってちょっとチャレンジしてるわけです。で、最近はちょっと石巻の方に出かけまして、これが結構大変なんですけれども、いくつか住民の方々を巻き込んで同じ会になった再開発を、立ち上げかけているという状態です。あとですね、宣伝含めて少し私のバックボーンというか、私がオリジナリティがないもんですから、人の理論を借りて仕事をするようにしてるんですが、その人を紹介しておきます。後で予備知識とかです
ね、まずこの本ですね、まあこの大谷幸男という建築家をご存知の学生さんはもうすでに少なくなりつつあるんですけども、私の先生で、まあ、今年1月にお亡くなりになったんですが、京都の国際会議場とかね、沖縄コンベンションセンターとか金沢芸工大とか、川崎河原町団地とかピアノ殺人の人たちですよねとか、そういったあの作品があるということなんですが、この本はあのこの先生の講義を、講義録です。あの都市空間の構成という名前で講義してまして、ものすごい人気講義だったんですね。で、何とか残さなきゃいけないと思って、千葉大にもおられたので千葉大の最後の年に録音して、あの何とか本にしました。それで、この中にですね、前書きのところにこういう文章があります。私たちが目指すべきは構想化とオープンスペースとは異なった方式で、集まって都市を作ることができる建築の在り方を提案し、そのような都市の正常を社会に提示し、それによって市民が都市に参画する手順や資格を身につけることができるようになることであるという文章があります。で、右側に変なコップ写真がありますけど、あれは長らくどこだか分からなかったんですが、三重県の小野宿というのが、まあ、宿場なんですが、まあ、あの先生がこの写真を見せているにはですね、建築家がいない時代にこういう街ができているのに、建築家がいる時代になってから街は汚くなったのはなぜ、お前たちによく考えろ、自分だって責任者だと思うんですけど言ってました。まあそういうことです。ぜひあの本をあのお買い求めいただけると、また文学の図書館に多数揃えていただけるとありがたいかと思っております。もう一つ僕が大事にしてたのはこれなんですね、すいません、アレキサンダーがパターンなんです。学校ではこればっか学生に見せてそれしか言わないものですから、10年ほど前に、就活に NTT ファシリティーズに出かけた学生が、君は学校で何を習ってるんだ、アレキサンダーですと胸を張って言ったら、バカだれ、そんな古い理論を今頃何やってんだと言われてしょげて帰ってきましたが、あの決してそんなことはないと思ってますので、思います。で、後から出てくる、高松の万代町のデザインコードというのがあるんですけどもね、これもあの、まあ、これを真似しながらやっていきますね。まあ、これはいいやね、これちょっとすいません、ちょっと余計なものかな。それから、あとこれ、私の絵本で、今日喋ったことは大体エッセンスが入ってますから読んでいただけるといいんですが、結構1600円のそういう本ですからね、4冊買って6400円、最近は中国版が出ましたこれがまたアマゾンで見ると安いですね、数百円ですね。中国語がお得意の方はぜひそちらをお選びいただきたいと思います。からなお、あと今日お話しするのが、何これ、ごめんなさいまちづくり会社ということを中心市街地活性化とまちづくり会社ということを、まあ、中心にすることが今日お話しすることの内容になるんですね。この学会にこういう教科書がありますので、で、今からお話しする高松のお話も出てきますので、ご覧いただければと思います。まあ、というわけで、高松。うわぁ、すぐに見えないな。これちょっと瀬戸内芸術祭を真似してグリーンにして、ブリューにしてという話になります。はい。ちょっと最初に、ムービーをやるんですが、音を大きくしよう。この情けない Mac のスピーカーから音が出ますけど、これはですね、ちょっと前になるんですが、2008年に MIPIM エイシア、これは今度やるんですが、国際商業施設の日本人、そこに持ち込んだら、賞をくれたというやつで、その時出した映像です。
言いたいことはね、国際商業見本市というのに行きますとね、要するにあそこはディベロッパーと商業施設のディベロッパーとそれから出展者が出会う場所なんですよ。世界から集まってきてすごい、なんかこう商談を始めるんですけども、そういう大規模なショッピング施設ではなくて、こういうメインストリートの再生をですね、外区単位ぐらい、あるいはもっと小さい 2,3 個の単位でだんだんやって街を作っていくんだということを、プレゼンテーションしたわけですね。そういう主張をしているところです。はい、でこれが高松ご存知のない方のための、Google 写真でございまして、瀬戸内海に面した都市であることがいいんですが、城下町ですね。で向こう側に立林公園があって、海沿いに玉毛城というのがあります。今はなんか突堤やなんかが出て道路ができてますけど、本来は海に面したお城で、中の堀は当然海水ですね。じゃあ手前に、右下の方に、鉄道が来てますが、昔はここに急行連絡船がついてヤードがあったんです。そのヤードの跡を、橋ができたと根子架橋ができた時に、土地区画整理して、埋め立てて町を作ろうとしているんですが、ビルが結局2つ建って止まってますね。1つはホテルです。で、全体はこういうわけで、非常に気持ちのいい、美しい街だと、日本でも美しい街だと思いますけれども、この中で、ここにこっちにってあるのは、これがこっぴら電車って言うんですね。ことひら電鉄。それで、今からお話しする丸山町商店街というのは、これです。こう白くなってますが、これアーケードが光っていたんです。で、こっち側にもありますよね。アーケードがパーッと十字なんです。この十字の交差点が、昔の札の筋、交差場です。そして、三越と書いてある、ここに長細くあるのは三越百貨店。コンピラ電車の駅がですね、ここは終着駅なんですが、ここは乗り降りする人あんまりいなくて、ここに片浦町ってあって、ここに河原町っていうのでここに乗り降りする人はとても多いんです。でこの辺に丹下先生の県庁舎なんかがあったり市役所があったりするんですが、ここから降りてですね、この辺は業務街ですから、郊外から来た人はみんなこうやってバーッとこう行くと。それから、昔は郊外に住んでる人とか農村に住んでる人は、日曜日は家族連れでここで降りてこう商店街を歩いて三越の大食堂でご飯食べて帰るというのが一つの生活パターンだったそうです。高松丸ヶ谷町はすごい長い日本でも有数のアーケードがこういうのがないですけれども、こっからここですね、こっからここまで470メートルが丸ヶ谷町商店街。それで、もう一つやらなきゃいけないのは、地図で示しましょう。これを地図で見ると、城下町でありまして、これ有名な、城下町の屏風絵ですね。17世紀の半ばの城下町を様子を示していると言われているもので、この丸で囲んだところが、蓋の、もう一度後で説明します。で、これが地図で見たところで、この赤い線、この札の辻でここに三越があって、これが丸ヶ谷町商店街なんですが、さっき言ったコンピラ電鉄がこう走ったんですね。それで、中心市街地には全部で8つの商店街があります。で、その商店街が、非常に、自力で、その中の丸ヶ谷町商店街が自力でこれからお話しする再開発事業に取り組むんですけれども、その、きっかけは、一つは本仕掛けですね。それからもう一つは、郊外の開発、郊外の開発とか郊外のロードサイドショップがいっぱい出てきたと、あと
そしてもう一つはこの周りでね、このコンピュラ電車の駅の周りでそれぞれ再開発が、持ち上がりまして、まあ、それで非常に危機感を持ったというのが、まあ、あの出発点です。例えば、この移行連絡船の操車場のあった後、化学整備してここに、都心のようなものを作ろう、三越も行くぞみたいな話があって、それで、一つ焦ったと。残念ながらさっき写真で見たように二つしか見たことないんですけどね。それから、こっち側のそれぞれの二つの駅ですね、それぞれ再開発が行われました。こっちは前思ったほど、まあ、声優が来るとかいろんな噂あったんだけど大したことなかったんですが、こっちの河原町の方は大きな建物ができまして、そこにそごうが入りました。まあご存知のようにそごうが、倒産破産しまして、ビルを持っているのはコンピュラ電鉄だったんですが、まあ、大変なことになりました。電車はね、あの電車の会社も一緒に倒れちゃいました。まあ、電車が止まったわけじゃないですか。で、今あの天満屋っていうのが、これがまた退店するという恐ろしい話になってます。あのここの通りがね、すごい人が歩くんですよ。で、ここに大英ジャスコがあって、2つ今どんがらで入って、日本一通行量の多い通りに面した大型店のアテンコというボタンさんという人が名付けてました。まあ、そういうことですね。で、さっき言ったようにここから歩いてずっと三越まで行くと、このルートが、まあ、あの町の人が常に行ったり来たりしている場所になります。で、今度は丸亀町商店街そのものですが、さっき言ったように、470m、ね、ここにあの三越があって、ここは札の通りです。7ブロック ABCDELG と7ブロックありまして、だいたい100組合数、協力組合、協力組合ってテナントですね。テナントが入るということです。で、これがあの、まあ、まだ進行中ですけれども、その再開発の、まあ、経過を示したものです。で、ここが、これは三越ね。地方の都市で百貨店がちゃんといるって話したもんですね。ということで、ここに、まあ、スタンス筋があって、まずやったのがこの映画行くの再開発事業です。で、この2つのビル、ここに 銀行があるんですが、こちら側のビルとこちら側のビルを一緒に作ったというのが、2006年12月に映画行くが竣工をオープンしたと、ね、それからその次にやったのがガラスのドームというのをここに作りました。それから、次に B と C の外区に移りまして、でここはあの合意の取れた方が、共同でビルを建てるということで、まあ、小規模連鎖型と言ってるわけですが、それをがオープンが2010年8月です。それから2012年にここにアーケードがここまで新しくなりました。それからこっちに G 外区というのがあって、これもあの2012年に、オープンしたんですが、丸亀町グリーンという名前でオープンしました。でこっちはちょっとあの実は最初はちょっと一緒にやってたんですが、後で、別々になってしまったんですけど、あのご存知の森ビル都市開発というところがコンサルタントをして、やった後でちょっとお話しますね。まあ、あとこの真ん中が残ってますけど、まあ、今後こう周りの町の人たちはここをどうしようかということで一緒に議論しているところですね。下に何かちょっと書いてありますが、あの時間がだいぶ経ってますので、まあ、ここではいろんな国の制度を使うんですけれども、国の制度もどんどんやってらっしゃい変わってきましたね。それにまあ、先取りするような形で、やっているわけです。で、都市計画に詳しい方は、一つは映画区に関して言うと、都市再生特別措置法という法律を使っています。それから、その後は、このここでもうバラバラに小規模連鎖型で建物を建ててきますから、そこに一定のルールが必要になります。で、それを地区計画とさっき言ったデザインコードという形で決めて誘導していくという、まあ、そういう体制を取ってやっているということです。はい、というわけで、これからちょっとこれからが本題なんですけども、ほとんど読めないですね。最近デザインの学校に来ると僕は
は相当緊張しまして、もう太い字は流行らないと聞いておりました、ね、太い字でやったそれで、まず一番にデザインの力というのはちょっと力がこぼりすぎなんですが、ですね、ちょっとここから少し文章が出てきます、まあ、大学でお話しするのでいいかなと思って、実はこれ今出てくる文章はここに以下本校にここにあるですね、基幹まちづくりちょっと前になりますが、ね、書いた論文を頭に置いてそれを解説していくみたいな、やり方を取ります、本当は分かりいいか分かりにくいか分かんないんですけど、まあ、お許しください。本当はプリントを配せたらよかったんですが、こうしようと思いついたのが昨日だったもんですから、図書室であると思いますから読んでいただけるといいかなと思います。で、この文章の中に時々カッコで囲んだ黄色いのが出てくるんです。でこれがさっき言ったデザインコードのパターンですね。パターンランゲージのパターンをが時々出てきますので、そこの解説みたいな格好で話が進んでいきます、というわけで、まあ、これ書き出しですが、結局映画 X というのが終わって、それにガラスドームが乗っかって完全に出来上がったのが2007年5月なんですね。で、まあ、確かに、非常に人気のある場所になりました、まあ、こういうことで、まあ、有名なミラノのギャラリアというのがありますが、直径はあれと同じぐらいですけど、高さはね、向こうが2倍の高さですね、あれよりは半分の高さなんですけど、まあ、これでも高い、十分高いですね、まあ、ちょっと写真ですが、本当によくにぎわってます、まあ、クリスマスから、常連さんの外車の販売店がしょっちゅう使ってますね。で、まあ、こう今の指標だから出しますが、これ、前の第1次安倍内閣の選挙の時の写真です。で、今さっきの屏風で言いますと、ここなんですが、ちょっと注意して見ていただきたいのは、こっちはお堀がありますね。で、こっちは武家屋敷になります。で、向こう側が町人地になるわけですね。で、この城下町の町並みを見ていただきますと、この東西方向の道路が、主な道路であることがお分かりいただけると思います、ただ丸亀町だけがですね、丸亀町だけがここなんですけどもね、ここね、向こう側に南北方向にまっすぐ伸びるメインストリートで、まあ、そういう意味では城下町を築城した築城というね、城下町を作った建設した時から、まあ、中心丸亀じゃない高松の、メインストリートという役割を果たしていたということが分かりますね。で、なぜ丸亀町というかというと、これは丸亀の商人が来て町を丸亀町の方が丸亀城の方がずっと古くてですね、こっちは新しいですね。そして、丸亀町から商人がやってきて、ここに丸亀町という町を作ったという、まあ、こういう経過です。で、まずドームがやっぱり目立つので、ドームのことを書いてありますけれども、変な模様が随分書いてあったと思います。あれは川島武史さんという高松出身で、まあ、ニューヨークで双方にアトリエ構えて成功された方ですね、まあ、おじいちゃんなんですけども、彼のデザインです、そして、ドーム自体はもう私たちのパワーが足りなくてですね、坂倉建築研究所の大阪支社の方にお願いいたしました、坂倉さんの方からは最初はその同じ分の労働している会社ですから平らなガラス屋根の提案がありまして、嫌だと言いましたドームにしてくれ、ぜひドームにしてくれ。それから、まあ、最近いろんなガラスの屋根がね、あちこちに、ヨーロッパにもたくさん、まあ、イモムシみたいな建物がいっぱいできてますけども、ああいうのは大抵トラスを使って組んでますけれども、トラスはやめてくれ、ちゃんと水平材と垂直材で作ってほしいと
というふうに。で、さらに、鉄とガラスなんですね。あのアルミニウムとポリカーボネートを使うと、もっと軽く、まあ、コストはね、ひょっとしたらそれは高いんですけど、ね、なるんですけれども、いや、鉄とガラスにこだわりました。まあ、となるので、まあ、デザインコードでいうと、20番というところに結節性のドームというのが入ってます。まあ、これ後から後付けですけど、ね、入ってます。で、あ、これはあの新建築の建物です。マイクを取るね。これはあの地元の人がお遊び。これだからこのいろんな模様はその川島武史さんの。で、これがそのパターンですね。デザインコードです。パターンラミジ真似して、あのパワーがなかったんで27個しかないんですけど、まあその中たつ20番に結節線と。これはあのそのさっき言った BC 外区に、バラバラに小規模連鎖型で開発をしていくために、まあ、必然的に必要になってきたんですが、で A 外区の設計の時には、まあ、こういうことは頭にあったけれども、決めてたんです。それで、A 外区の設計のを踏まえて BC 外区で、守るべき、パターンを、まあ、決めたと。まあ、従ってその中には後付けでこういうものが時々出てきたりします。ということですね。それであの、まあ、パターンランゲージという本を見ていただくとお分かりいただけると思いますが、あのいくつか3つか4つぐらいのパターンをずっとまとめてですね、それから、都市の大きなスケールから、建築のまで、最後は広報までずっと並んでいくというのがという本です。で、ここもそういうわけでちょっといくつか、ま、あの分類してみまして、A が都市高松の基本構造を守り強化する、 B が中心地のにぎわいを維持強化する、 C が利便を増しかつ環境を守る、 D がにぎわう通りの周りに快適な住宅を確保すると上下されると、それから E がにぎわう通りと住宅の間に働く場所や施設を配置する、F が建物を分として形作る、 G が建物の位置を決める、 H が建物の中と外を巴のように同時に形作る、そして I が建物と建物の間に外部空間をより詳細に形作る、ところがドームというものです。それから K として建物の内部と外部を縫い合わせる、 J が主要構造体に上層階から通りや庭へ降りる小さな建築物を付加する、階段最後の L が小さな部屋やアルコールを付加して狛江の部屋を完成する、まあこういう構造になります。ドームはこういう話で、まあこれはミラノでありますね。まあ、これを出さないわけで。ということで、まあ、特に重要な場所には屋根が欲しい、そこには人々が集い何かに集中する空間、だから真ん中が高くなきゃいけないだろうと、平らな屋根はダメだと。これが A 外区の、まあ、設計の時に考えていたことで、それを今のパターンに当てはめると、こうなります。というわけで、どうできたんですね。で、これがですね、またあの学部の学生さんにはどうでもいいことかもしれないけど、あ、これだから坂倉さんは、あの平らなのを捨てきれずに、上々に買ってます。これがね、揉めるんですよ、建築家に。これは屋根か壁かこれは本当大変でした。だって建築家に受け取ってくれるとかないですよね。まあ、あの日本建築センターというところをお願いしたんですけれども、いわゆるその建築基準法で普通に扱う建築の中ではなんか上手になかなか当てはまらない。でなおさらに避難検証法で火災の発生から煙の中からみんなやらないと許してもらえないと。はい、それで、まあ、やった結果ですね、最盛期年間1000万円を超えていた通行量が半減していた。まあ、半減しても相当大変ですよ。だから昔は本当にあの傘をぶつけ合うように人が歩いていたと思うんですけれども、それが、まあ、大体600万人を超えるまで持ち直しました。これ、A 外区とドームができたと。でまあ、とにかく最大の目標は、
城下町建造建設以来のメインストリートであるこの小通りをですね、市民が集う場所として回復するということが基本目標です。それをあのデザインコードを一番最初に1番高松のメインストリートを長い松というふうに、まあ、歌っているわけです。そして、その街路にはとにかく人が集まるように、建築の構造を作らなきゃいけないというのが9番のにぎわいが集まる、街路ということで、これはまた通行料ですね。で、これ1989年に線が入ってます。これはあの実は、この丸ヶ谷町の人々たちが、商店街の人たちが、400年祭というのをやってですね、あの町ができて400年、次の500年祭を迎えるようにしよう、そのためには町を、まあ、改造していこうという決意を決意した年です、1989年。で実はだけどその頃あの、はまだあの、まあ、減ってるとはいえですね、たくさんの人が歩いてます。お店も別に空き店舗が出てたわけじゃないですね。だけど、まあ、先読み越してそういうふうに言い出し、現に動き出したというところが、まあ、先見の明だというか、丸ヶ谷町のすごいところだというふうに、思っています。それで、あとはこれは、1995年からちょっと古いんです、ね、2007年までのデータで、2007年あの白いところが古いんですね。だん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 下に下がってきたのが分かりますね。それですということです。そして、全体としてはですね、これ PC 外交をやるときに、タウンマネジメントプログラムというのを作りました。でその中に、まちづくりの目標と方針ということを掲げて、そのもとにデザインコードと事業プログラム、これがスキームですね、スキームと MD 戦略、マーチャンダイジングということですが、あのこれがまあさっきのずっとあのライフスタイルのブランド化という3ポイントアプローチにつながる、まあ、一つの原型ですと、いうふうに、作ってあります。それで、町づくりの目標と方針を読んでると時間がなくなるので待っていきますけど、まあ、まずは一番が高松市民が集う随一のメインストリートである。それから、補助金もらうために時々数字が書いてあるんですけどね、数値目標って書かないと怒られる。それからですね、2番ですね、2番が高松市民の中心地にふさわしい美しい町並み、快適な場所を作るということ。それから中心部に居住人口を増やす、やる直前の人口は夜間人口75人という、状態になっていました。皆さん、鉛筆ビルを建てて上に住宅作ってるんですけども、そこをすら住むのを見て郊外のもっと快適な住宅地に移っているという方がほとんどでした。それから4番が市民の公共的活動あるいは市民生活に必要な機能場所を提供し、また脳書きだね、これ5番、もう一回からやめよう。6番、より合理的な土地です。ですね、まあ、これが実はこういう再開発の一つの重要なポイントで、まあ、伝統的には高度利用というんですね、土地の高度利用を図る。で土地の高度利用を図るといった途端に、なんだ公用席のでかい建物を建てるという話になってしまうんですが、そういうことではなくて、いわゆる鉛筆ビルというのは後で言いますけど、とても使われないんですよ。使われないって言うんですけど、鉛筆ビルというのは1階はもちろんお店で使っているので、2階が、まあ、時たまお店の中2階にしたり喫茶店にしたり、まあ、美容室にしたりというふうに使われますが、多くの場合は2階から上はほとんど倉庫になってしまうんですね。で一番上に住宅をご自宅を作っている方が多いですけど、それもさっき言ったようにみんな郊外入れちゃって、この町に住んでいる人は75人という状態になっていまして、せっかくのメインストリートなのに、まあ、建築の形状のせいというとあれですが、ちゃんとその土地の価値に見合う使われ方がしていない、価値だって経済的な価値じゃなくてね、都心なのに、十分に使われてないということが起きているんですね。でこれがパターンデザインコードの1番の高松のメインストリート丸ヶ谷町ということで、まあ、こんな書き方をしてですね、これはパターンランゲージのほうと同じですけど、パターンが書いてあって、それからここに課題が書いてあります、ね、実際回答が書いてあるんですね。本当はページをめくるとずっと議論が続いて、検討が続いていて、この結論を導くプロセスが書いてあるんですけどね。
ここではその頭とお尻だけで、でこれが高松の地図なんですが、ずっと不思議だったのはこの丸前町の、方位ですね。なんかちょっと南北でもちょっと曲がってるような絵だなと思ってました。これはまあ讃岐平野というのが古くから開発されていて、上利水田がずっと広がって、上利水田の方向がこれなんですね。ということは上利水田は何かを目指してこの方位、その区画を終わったと思うんですけども、ちょっと謎まであったと思います。それから、にぎわいが集まる街路というのはどういう意味かというと、こういうことです。通常ショッピングビルを作りますと、ビルの中に、アトリウムを押さえて、そこにエスカレーターなんかを作って、まあ一旦ビルに入ったやつは絶対逃さないという、ことで、ビルを設計していくわけですが、そうではなくて、このアトリウビルの中のアトリウムに相当する部分がこの通りになるよ、だから、通りが、まあ、アトリウムになる、通りにいろんな上下に行く動線を作っていくというようなことをやろうということですね。はい、ということです。そして、したがってその通り沿いに、そのショッピングビルの中のアトリウムだと大抵そこにテラスがあって人が集まれるようになってますから、ここの場合も22番空中ホロー町の縁側ということで、通り沿いには、2階より上ですけどね、縁側を作ると。溜まれるようです。豊かな中間領域が生まれるよう、あらゆる機会を捉えて、そういう空間を作る。それから、そこに人が溜まれるように、まあ、25番アルコーブを、それから、そこには、下の人と目が合うような通りと会話する窓を作る。空中ホール、町の縁側、ヨーロッパにあったんですよ、昔ね。それで、これはプラン、映画院のプランですけど、1階お店ですよね。それで、これも実は1階のお店は通りに面さなければならないという信念がありまして、これを横浜元町のように、あんなすごいところがいいんですけど、下げると、これだけで寂しくなってしまうので、そういうのも考えています。それから、これがまあ2階で、町の縁側ですね。これがアルコーブですね。アルコーブは天井が低くなきゃいけないって後で言われましたけど、建物と建物が2階と3階でつながっていますね。で、3層にあたって実はブリッジがあります。これがまた本邦初で、これをやるためにこれとさっきのドームの中、ドームとの関係を、ドームの中央で火事が出た場合に逃げられるという検証をしているということで、ここにブリッジを通している。で、あと上は住宅と、遠いと会話する場合。ヨーロッパの街は実は窓が通りに出っ張ってます。1階の壁はもうぴったり、道路とその私有地の境界にあった上に、2階から上の出窓とかテラスとか、みんなこう出っ張ってますよね。これがいいなと思ってますよね。これをやるとしかし法律に違反するので、高松はどうなってるかというと高松はですね、もともとの道幅が8メートルなんです。これがその境界線です。わざわざ境界線に入れられるというのがちょっと日本の役所の気持ち悪いと思うんですけども、それを1.5 メートルずつ下げましたので、下げました。で、1.5 メートル下げるということを、これはさっき言った地区計画という都市計画の法律で定めるわけです。だけど、その中に、あと出てきますけど、ちょっと、テラスは出していいって書いてある。結婚なんですね。それでわずかですけど、少しでも出るようにと。多分ここに壁面線設定してこれやったら市役所に動きはないでしょうけども、1.5 メートル下がってやってんだから、任せていいだろうというふうに今、しています。そうすることで、別に直接お話しするわけではありませんけど、ここにいる人とここにいる人に関係
関係が生まれるということを狙っているんですね。でこれがアルコール、この写真はご存知ですかね。知ってるわけないよね。これはあのアレキサンダーの埼玉県にある、東野高校の栄新学院東野高校の校舎の、こちら食堂の方、こちらあのホームルーム通りという上のところには変なお堂みたいなものがあるか。これうちの学生さんですが、これはあのアレキサンダーの弟子さんの中野博さんですね。つまんない話、あの食堂の中にあのこういうブースが作ってあるんです、アルコールがね。そうするとあの、まあ、男女共学ですので心配する人が出てきて、それは自然現象だと、まあ、これを導入した事務長さんは、理事長さんは、まあ、言い切ったそうです。はい、でこれが今そのアルコールと縁側と使われている様子の写真ですね。で、まあ、あとこれはあのアーケードです。でこれはだいぶ後になって、でアーケードから光が出ている様子ですね。あ、綺麗ですね。これはあの川島武史さんがデザインしたデスリーです。まあ、言うもいたりして、ね。というわけです。それから、あとデザイン上のことをいくつか申し上げておくと、まず、断面ですね。道路の幅と建物の高さの関係、これが8番に書いてある、建物道幅と建物の高さ T by H ですね。19番に連続する正面とか畑にしないとか、24番に通りに開く店舗ということで1階の店舗を通りに面するようにする。それから5番で店舗コミュニティ住宅の3層構成、まあ、これはデザイン上もそういうファサードを構成する。それから16番屋上テープ、まあ、やりたいことに書いてあるわけですけどまず3層構成に書いてれば、まあ、有名なパリのパリはお店から金持ち、貧乏人まで一つの建物にするという話ですが、まあ、それはともかくとして、上が住宅で、まあ、下が店舗で、中間階がコミュニティ施設という、まあ、そういう、まあ、構成です。中間階がコミュニティ施設ということです。それから、道幅と高さの比ですが、いわゆる D by H を使用しまして、まあ、大体1対1ですね。1対1にすると行きたいんだけど、さすがに実は高松のそば行かなくていろいろ理屈をくれてます。さっき言ったように、下3層があの店舗で、4階がまあ公共施設かレストランとかそういうものになって、上が住宅ですので一応分けましてね、下はもともと8メートルだったものを 11.5 メートルまで拡幅した上で、下の店舗に関しては 1対 1.5、 16.5 メートル。それから、住居はあ、まあ、プライバシーの問題があるので20メートル離すと。で、1対1にするという原則にして、これを地区計画という制度を使って、まあ、決めたわけです。で、まあ、正確に言うとちょっと違っていて、ここから先は先生になっちゃったんですけど、あの映画区をやっていた時にはとても市役所はそんな地区計画を作ってる暇はないと、何年どくさいこと嫌だとおっしゃるものですから、当時できたばっかりの都市再生特区を地方を無理やり持ち込んで、地方都市ではここだけですね都市再生特別地区というのを使って、まあ、地区計画と同じことをしています。ただまあそれは非常の措置ですので、 B 外区以降ではBC 外区では地区計画に、まあ、改めてというか、を使うようにしているんですね。まあ、余計なことを言うと、あのこの都市再生特別地区というのはあの大変東京では評判の悪い法律、あと市民サイドから評判の悪い法律なんですが、地方都市に行くと結構役に立ちまして今あのここにあの、今の映画館をね再開発をしたり、実は駐車場がいるわけですよ、不思議もの。あの中心市街地で再開発するって最大の悩みは駐車場ですよね。不思議もという変な、不思議もがあるからみんな車を使うんでね、やめりゃいいと思うんですけども
でもあるんですよ、どこでもね。それで、駐車場を作る必要があるんですが、まあ、それをこの地区内 の、 この三越の前に平場の駐車場があったんですが、そこを三越にお願いして、立体駐車場に帰って、全然場所は離れてるんですけれども、不思議の駐車場として一体の再開発というふうに、まあ、してそういう時にこの制度は使えます、ね、屋上庭、この写真は二子玉の屋上庭、これまあそれで実はやっていくとずっとこうつながりましてね、さっきの 16.5 メートルのところがだんだんつながって屋上庭がつながっていく感じです。それからこれ工事さんの写真ですね。それから連続する正面というのはまあいいと思うんですけど、普通、まあ、建築の人はあまりやられないけど、土木の人がなんかこういうのに参加すると、やたら広場を作りたがりましてね、ポケットパークとか。それで建物をセットバックしてるじゃないですか、はかけみたいに。それは本当まずいって、ね。ちゃんとつながった壁面で、外部空間が囲まれるということが極めて重要だと思っています。で、そういう意味で連続する平面というのを、まあ、わざわざ我々がやるわけないんだけども入れてあります。そして、実はこれは、その主張を補強するために、繰り返し使っている、スライドで、10年ぐらい前に7、8年前ですね、フランスの都市計画法が変わったときに、パリでは、パリもそれまではセットバックが有利になるような建築規制をやってたんですね。でそれをやめた、こっちは古い建築規制で、セットバックすると高い建物、日本の車線制限がそうなってる。日本の建築基準はそもそもこの、道がそもそも狭かったもんですから、道を広げるように広げるようにと。正面を揃えることを推奨してないんですね。広げるとボーナスがついて高い建物が建つというのが一般規制なんですから、それをまともにやると街並みはガタガタになります。で、実はよく知らなかった、フランスもそうだったんですね。で外もそうだ、通り沿いもそうだし、内側もなんか真ん中に建てるほど有利な大きい建物が建てるという規制だったものを、通り沿いは下げない、ここに下げてできる空間は曖昧で実にいい加減なものだということになる。それから、内側は、ここでは中庭がなくなっちゃいますから、中庭を作るに入るというふうに、まあ、変えられたということがありまして、フランスでもやってるというと日本でも通用するかなと思います。それから、1階は通りですということで通りに開くということですね。まあ、というわけで、1回は取り入れします。で、ずっと悩んでいたのがアーケードなんです。で、まあ、さっきアーケードの写真を見せしましたが、あれに至るまではだいぶ紆余曲折がありまして、アーケードを撮るか撮らないかも含めて、どこの商店街ですね、非常に悩むところですね。丸ヶ谷町もアーケード派と、アーケードを抜き派とずっと意見が2つありました。で、これをこのデザインコードをまとめたときはですね、やっぱあとなんかどうなんか両立方法はないだろう、まあ、お天気の時はパーッと開けてですね、雨の時だけ閉めるというような、まあ、そういう、まあ、大体アーケードはそうなってはいるんですけれども、まあ、そういうアーケードでかつ、まあ、できるだけ明るいアートをにしたいということなんですね。で、まあ、そこでここでは開閉式アーケードというふうに書きましたけれども、まあ、結果的にはですね、こういうアーケードになりました。で、なかなかこれ普通 もちろん僕もできないし、普通 の、 建築家は横に構造屋さんがいてもなかなかこういうデザインができません。できないと分かりました。とにかく建物に引っかかってますよね。で、普通のアーケードというのは通りの中に柱立てて、それで自立してますよね。だけどその柱は邪魔だし、できれば建物の上に置けたいと、可能なところはね。それが高くした。
それ、まあ、というようなことがあって、まあ、なかなか難しかったのはこの女工さんという人がパーナリストでやってくれたので、まあ、こんなわけでできたんですね。はい、で、まあ、こうなりました。再開発で大きなビルを作ったところは、乗っかってます。ただこれは建て替えない戦前からの建物ですので、柱を切っています。で、向こう側は小さい建物が多いので建物に乗っけないで自立したものになっています。構造はちょうどテーブルの足、テーブルのようなもんですね。テーブルの足のような形で、まあ、ちょっと太いんだけど一番下はそれでも15センチぐらい の、土台になるです、ね。それからこれもスカスカですこれで雨入んじゃねえかとか吹き込むんじゃないかとかいう話があって、実際に吹き込むんですけどね。日本人の潔癖症でアーケードを作ったらもう一滴も雨が入らないようにするというふうに、しようとするものですから、まあ、それから見ると耐えかねる構造ではありますが、まあ、それはないでしょうということですね。まあ、ということです。はい、まあ、ここまでがちょっと大体ご紹介なんですけど、じゃあできてどうだったのか。これはまあ直後のデータです。で、まあ、入った最初に言った経営も順調で。経営というのは、これからのスキームの話するんですけども、何の経営かというと、この建物は地元の方が出資して作った町づくり会社というのを持っているわけです。で、運営しているわけです。床を貸してね、そこからの賃料で運営しているわけです。だから経営が順調であるということは、町づくり会社がちゃんと経営できているかどうかということでありまして、まあ、この営業に関する限り順調に進行しています。で、そこに書いてありますように、1年で売上35億円で、再開発前は16億円程度だったということです。そして、まあ、当初の予測では40億というのもあったんですけど、それから見ると少ないなと思うんですが、まあ、景気の動向もあったので、なんですけど、何しろですね、ここはとんでもない、すみません、はい、とんでもないところなんですよ、高松っていうのは。これは高松の都市計画図です。で、色が塗ってあるところが市街化区域と言いたいんだけど、ここは市街化調整区域と市街化区域を線引きを撤廃した都市ですので、まあ、ただの出場地です。それで、星印が、大型店ですね。で、なんて言いますか、大型店の草刈り場と言いますかね。で、まあ、最初から非常に積極的にいろんなお店が出てまして、さっき言ったように原町と駅の前には今は空きビルになっているダイエットジャスコがあったんですけど、市も積極的に郊外の開発をしてこじゃれたレインボーロールを作っちゃってますので、まあ、そういう意味では非常に中心市街地にとっては厳しい、経済環境になったんですね。で、かなり決定打になったのはこの夢タウン高松というのが1998年にもう郊外じゃないですね、これ車だと5、6分のところに出まして、これは52,962平米という巨大なショッピングセンターです。それから、その後を追うように、まあ、これやってる時ですけど、イオン高松というのが元に出まして、それが飛行場にあるんですよね。飛行場のすぐそばにイオン両南というのが、まあ、イオンの戦略は中心市街地の店舗を潰し外に出るということですので、もうこれだけで大変ですね。実はちょっと古いデータですが、人口一人当たりの大規模小売店舗面積が日本一なんですよ。そういうところで、まあ、したがって大変坪効率は悪いんです。売上売り場1平米あたりの年間販売額が とても低いんですね。まあまあ、そこで結局、大規模量販店は今どっちかが潰れるまで頑張るということをやっておられるように思いますけれどもね。まあ、そういう状況の中での、丸亀町商店街です。で、丸亀町商店街自体は大体2万平米です
だからそういう中でのことですから、よく頑張っていこうと、こういうことですね。で、問題はですね、後で言いますけど、これ相当の公的支援が積み込まれています。で、問題は、なんだそんなお金をもらって、そんな成功するのは当たり前じゃないか、バカなんていう人がたくさんいるんですけど、それに対する回答はですね、ここで、売り上げが上がることによってもたらされるさまざまな税金、これを総計するとちゃんと税金は返ししてますということです。アメリカでは再開発をするときには必ず、再開発をした後、その結果、税収がいくらかと、だから、そこで政府が、自治体がですね、政府が両方が投資をするというスキームを組んで再開事業をやっています。それを送りたTIFというタックスインクリメンタルファンドというんですけど、ちゃんとそれが成立しているということが重要で、したがって補助金というのは補助金ではなくて政府による町への投資であると、こういう発想に立つ必要がある、こういうことでございます。通行料と5000円、地価は 30% ですよ。売り上げも激減してたわけですが、でこれを徐々に今回復してたということですね。それから市街地全体に関して言いますと、残念ながら調整区域を撤廃した町ですよね。やっぱりスプロールがずっと続いてますね。これも続いてます。ここに、国勢調査の VID 人口集中地区の、人口密度がこの紫ですけど、人口密度、人口集中地区と人口密度の定義は 0.4 ですから、これを切り始めますね。定義を切り始めて、というですね、さっき言った線引き廃止というのではやってます。でこれがね、面白いですね。線引き廃止して全然規制がなくなったわけではなくて、代わりにこう路線、道路沿いで建築の規制をしてるんですけれども、実際はこの四国新聞の議会の議論に見るようにですね、やっぱり古い町っていうか昔からある市街地をどんどん、空き地にしながら、外の新しいところに新しい、住宅を作ってみんなが移り住んでいくという、なんかとても悪いパターンが続いていると思います。というわけで、地元新聞も高松市の健康新聞、中心市街地をもっと大事にしようと言っています。私は筋金入りの中心市街地論者でございまして、そういう人が精神ニュータウンで喋るとどういうことなのか袋叩きに合うんじゃないかとちょっと心配してきたんですけど、小学校区の人口数とか、かなり、地方都市の郊外というか、新しく作ったところがいいんですけれども、打ち捨てられたところは相当ひどいですね。はい、でこれが、さっき少し申し上げた資金です。全部で、あとでもう一度詳しく言いますが、ちょっとパッとこう黄色いところだけ見ていただきたいんですけど、総事業費がですね、これ映画館ですね。駐車場込みで65億8千万円ですね。で、この黄色い部分が補助金というか借金も含めた公的資金です。でここにあるのが、再開発の資金のコース、これはそのうちの補助金ですね。それから再開発してできたビルを、の店舗部分をまちづくり会社が買うわけですね。これが補充資金です。町づくり会社が買うときも別にお金があるわけじゃありませんので、そのときは、戦略補助金というのと、これは中心市街地活性化の補助金のことです。それから高度貸金、これは無利子融資、20年の無利子融資、これを借りて資金を調達するんですが、そうすると65億円のうちのすごい相当部分がですね、補助金だなということで、です。ただし、計算上はですね、この政府からの補助金は最終的には全部合計すると5倍にしても返しします。
はい、で、したがって、今のことでお分かりのように、ここで、重要な役割を果たしているのは、まちづくり会社という組織なんです。で、まちづくり会社というのは何かということですけれども、これはあの最初のまちづくり会社の研究というよりは、なんかそういう議論をしているときに、一番最初に書いたのでありまして、まちづくり会社がエンジンになって、まちを再生し、再生することによって、まあ、開発利益が税収あるいは市民の生活の集まる場というふうに還元されていくと。スターターの時にはなんか行政やあるいは市民の方々からの企業からのですね資金の提供が必要と。そのスターターをもとにこのエンジンを動かして町全体を立て直していくというそういうイメージのものです。まあということですね。はい、で、というわけで、次に、まあ、ちょっと今喋りかけたスキームのお話をさせていただきます。ただですね、ここであの言いたい、この文章の中で特に言いたかったことは、まあ、ちょっとここに書いてあるんですが、さっき の, あの安倍首相を来るなり、およくどうやってまとめたんだみたいなこと言われて、みんな僕がさっき今まで延々と説明してきたあのデザインのことなんか、まあまあ、きれいねとか言うぐらいで、どうやってまとめたんだとかね、どういう制度使ったのかとかね、補助金いくら使ったのかとかね、まあ一番言われるのは、まあ、言われるのはね、権利の調整をどうやったんだということなんですよ。で、もちろん大変なんですよ。大変だし、いろいろ頭使わなきゃいけないんですが、どうも皆さん忘れてるのは、スキームがいいとなんかできると思ってるらしいね。じゃなくて、そうじゃないです、さっきからお見せしてきたような町を作りたいというそういう合意があった上で、それを実現させるためにどういうスキームを組むかというふうに発想していかないと、町はいい町は決してできませんよということです。ただまあスキームだけに関して言うと、土地の所有と利用の分離、あるいは定期借地方式の再開発事業、あるいは、ディベロッパーとしては、住民が出資した町づくり会社がディベロッパーだと、こういうスキームなんですね。でちょっとその辺が常に尺に触るものですから、目標はとにかく、ちょっと我々の、ね、デザインのレゾンデートが重要ですので、空間は人と人とのコミュニケーション、そして社会環境を律するものである、ね、住宅で言えば家族全員間の関係を、ちなみに言えば家族と家族の関係を、住民と来訪者の関係を規定していく。そこでは空間のデザインが決定的な役割を果たす。市街地、中心市街地再生の最大の目標は、そこが都市の市民が集い、働き、行こう場所になることであります。具体的には公共空間イコール通りを豊かで快適な市民生活の場とすることです。で、この目標を達成するのはデザインであって、スキームではありません。声を大にして繰り返すわけです。まあでも快適な公共空間が人を呼ぶっていうのは実に事実だと思いますね。でこれは商業開発なのによくもこんな人が商業開発集まる、外部空間がよくもこんな人を集めるという例で、まあ、ご存知の方も多いと思うけど、ロサンゼルスのサンタナローというアメリカの最近のショッピングセンターは街を作ってまして、店舗だけじゃないですね、公園から住宅から、あらゆるものをパッケージにして作ってます。その中心にあるこの緑地はすごいな、本当に気持ちいいし、私は別に商業主義者ではないんですが、ちょっと感心します。だからこれね、ニューヨークの、バリアンパークですけどね、なんでこんなに気持ちいいんですかね、ここは。なんでこんなに人がいるんですか日本の公園でこういう公園はめったに見たことがないんですが、公園はこうあるべきだという日本のような、緑が人を呼ぶ典型ですね。まあ、これはバルセロナのアンプラス通りですけど、地元で会えなかった人にここに来ると会えるというほどヨーロッパの人が集まる。こういう場所をぜひ何とか作りたいなと
突然ベトナムに行きますけど、まあ、ベトナムちゃってるそうです。これあのハノイの36万人通り、通りがまるでみんな馬ですリビングルームですけど、ベトナムの郊外で今作ってるのはこういう街ですから、つまんなくなるなと思ってます。やがて日本みたいになるんですかね。ね、郊外に鉄道やなんかできたら、だんだんこの街の運行率が減っていくと思います。まあ、というわけで、いうことです。それで、まあ、さっきから繰り返し言ってるように、築城以来の城下町であるということですね。で、ちょっとくどいですね。とにかく人が集まる場所を快適に過ごせる場所を作る必要があるということですね。で、まあいずれにせよ僕はまあ、アメリカのナショナルトラストのメインストリートプログラムという非常に言えて妙の、スローガンを掲げて、何十年やってますけれどもね、日本では中心市街地の再生とか商店街の再生っていうんですけども、やっぱりその都市の、メインストリートをどこまで、そのにぎわいを維持できるか、そこをどこまで快適な場所にできるか、ということはまあ極端に言うと、大げさに言うと、その都市の、そのコミュニティのですね、結束に、結束というかつながりにつながるわけで、つながりにつながる、もっと言うと民主主義の要だと思う民主主義が成立するかどうかはその都市でメインストリートがあるかないかではないかと、まあ行きたりしています。で、そこでどういう空間を作るかというイメージなしにですよ、スキームの議論をしても意味がないでしょうということです。で、その意思を書いて逆にですね、起きている問題はですね、まあ、要するに再開発が再開発を進める都市再開発法という法律があるんですよね。それから、まあ、いろんな建築基準法があり、それから、地方省庁が繰り出すいろんな補助金メニューがあるわけです。でそれらは全て何かをこう法律を作った人のイマジネーションの中で組み立てたものを前提にして制度が組み立てられているわけです。だから、その制度に従っている限りですよ、その制度に非常に忠実に従っている限り、結局その制度を作った人の想像力を超えることはできないねこれは決してろくな結果までもいかないことは、だって国会議員とかお役人の頭で作った制度をの空間のイメージしか、その制度を忠実に守って、その安全安全を見ながら守っているとできないわけでね。例えば、ここで言いますと、これ A 街区は道を挟んで2つの建物、さらに駐車場を含めて1つの、再開発事業としてやってるんですけれども、これが伝統的なその再開発のコンサルタントの方の手にかかると、例えばですね、まあ、これを一体の再開発として行うとはいいんですが、なおさらにこの中ではこれあるものが違うんですね。住宅はこっちはあんまりないし、ここに公共施設あるし、まあ店舗は大体同じぐらいありますけどね。そうするとこのビルの収益とこのビルの収益は、まあ、少し違うわけです。だけど、まあ、これをまちづくり会社が所有して、運営して、そこから家賃を取って、その地代を、こう地権者の方に渡してるわけですけれども、その時にもしこっちのビルだけでこっちのビルを別々にすると非常にアンバランスになるんですけれども、これがやっぱり伝統的な都市再開発コンサルタントの方に言わせると、けしからんという話になってね、そんなのはやるべきでないみたいな非常に強い意見がしてました。そうではないんですと、大体都市というのは通りを囲んで一体なんですから、それは別々にやるなんていうこと、発想自体がそもそも間違えてるんだけれども、まあ、忠実にっていうか、その安全側安全側でね、
制度を解釈してそのスキームを組んでいくと、デザインも意識してしまって、結果的に非常に、不安なものしかできないということです。でしかし逆に言えばそのデザインというのはちゃんとした適切なスキームがないと何を言ったらあれを作りたいこれを作りたいって作る手法がないとできないわけですから、ここがミソであるといえばミソですね。ここで地域の事業主が事業主、事業主体、つまりここではまちづくり会社、住民ディベロッパーですが、であることが自らスキームを工夫し、自らデザインを実現することができるという点で、決定的に重要になっているということです。で、ちょっとこの説明は、ひょっとしたら若い方には分かりにくかったかもしれませんが、実は再開発事業というのは、昔はね、大抵駅前でやってた。ちょっと阪神・淡路大震災の話は別にしてですね、駅前でやってます。それで、駅前でやって、大抵その床を購入してビルの建築費を負担しているのは、さっきの総合とかね、そういう大型店がかつて多かったですね。で、その後そういう大型店がなかなか出にくくなってくるとお役所がですね、しょうがなくなって、なんとかセンターとか文化センターとか公共施設にして、やるというケースが増えているんですが、そうではなくてここでやろうとしているのは住民の方々が自分たちが作った町づくり会社が、その床を買って運営していく、でそこで生み出した利益をもう地代として、受け取っていく。もちろん自分のお店を出したい人は町づくり会社から床を借りてそこで運営して家賃を払う、家賃を払いますが地代が入ってきますから、それは総裁する、こういう仕組みなんですね。ということで、そういう話が念と書いてあってこれは退屈ですから見ましょうか。見ましょう。でただですね、こういうふうにつまり、土地をまず共同で利用するということがどうしたってこの場合は必要になっています。それから共同で利用するということは、そのリスクも負うということになりますね。で大抵はそのリスクを負うというところでみんな足踏みをするんですけれども、後で説明するようにこの町ではやっぱりそうせざるを得ないという状況がありましてね、それで、進んでいくわけです。で、そういう、コミュニティが主体になって開発を進めるというイメージをですね、我々は最近そういうという概念で説明しようとしています。そういうというのは、個別所有とその反対の共有なんです。その中間にある、概念で、入り合い地や中に使われる概念です。で、これを一応この事業丸貝町はそういう論の踏み込んだ、都市開発だとしているところですね。で、さっきスリーポイントアプローチと言いましたが、実はもともとは日本しかありませんでした。今説明しているところ実はデザインとスキームということなので、その基金をたどりますと実はこの町づくりの日本柱というやつに行きます。で、これはちょっと高松の話を離れますけれども、町づくり会社という考え方をどこでどういうふうに考え出したかという説明をちょっとさせてください。でこれは川越でですね、川越の一番街というところで街並みを保存しながら商店街を活性化しようということを考えていた時のに考えたものです。で、その時はですね、街づくりは日本の柱が2ポイントアップです。で、一つはデザインの方になるんですが、その街並みを守るためのデザインコードとそれをマネジメントしていく組織を街の中に作る。もう一つは町づくり会社というのを作って空き地や空き店舗を町づくりにふさわしい方向で活用していくディベロッパーを作る必要がある、こういう日本の柱が必要だと
というふうに考えました。ここにあのナショナルトラストって書いてあるときも説明しますね。あ、違った、ごめんその話、まだ出てこないちょっと後で言います。先生、それで次いきます。先生、まだまた高松さん、ですね、まあ、今までお話ししたのは、園外区のお話なんですが、次に、B と C の外区に、今広げていきました。で、ここではですね、さっきも言ったように今度は合意した人が共同でビルを建てると、そうでないところはそのままにしていくという、そういうやり方になるわけです。で、これはまあ小規模連鎖型の再開発というふうに言いました。で、それがちゃんと全体として整合性の取れた町になるように、さっき言ったように地区計画とそれからデザインなどを決めていったわけです。で、これがBC 外区がまた工事している時の写真ですね。これはその昔アムティケールっていうアメリカの会社が来て案を言ってくれた時に、まあ、その時も同じような発想がありました。そして、ここに書いてあるように A 外区をしてやって B、C 外区に伸びてだんだん伸びていくんだろう、まあ、こういう説明ですね。で、まあ、この結果、これ黄色っぽいのが新しいんです。全部で B 外区に大小を取り混ぜて3と、 C 外区に2と、 C 外区を大きめなんていうのが、まあ、ということですね。で、冒頭にお見せした、ムービーは、このプロジェクト A 外区じゃなくてこの BC 外区でやってるプロジェクトを、プレゼンテーションしたものです。で、その心は一つは、大規模な建物をドーンと建てるのではなくて、まあ、小規模といっても一つの敷地はちょっと困るんですね。これも大変ですこれポルトガルのポルトなんですけど、これはちょっと良くなくてですね、この3つぐらい合わさると、じゃあちょうど良くなるんですね。そういうぐらいの単位で、全体として街並みを作っていくというのが一番いい方針だろう、そういうことです。これは有名な日本国ですね。これもね、あまりにも有名なリチャード・ドレアスパワーズインスペースか、ちなみに値、これは両方とも知らない人から1ヘクタール75戸の、住宅を開発するのに、タワー型ですか、ちなみに型ですかと、そういう問いかけをしている、アーバンルネサンスという報告書の中には有名なんです。あ、そうね、タワー型はアメリカの公共住宅がみんな建て替えられちゃいましたね。まあ、ここらったと思います。すごいな。で、ちょっと言いたいことはね、その時は他にプロジェクトのみんな賞をもらってる日本のもなんかこういうのかな、あるんですけれども、この人すごいね。こういうのは嫌だなと思っているわけです。だからこういう非常に、規模が大きくて、人間的なスケールを超えたものが評価される一方で、まあ、こういう、なんかちまちましたのもですね、評価されるようにはなっているということですね。それからなおということ、これちょっと地外区のことを書いてるんです。地外区はリーマンショックで一見止まるんですけれども、ちょっと開発の方針がこちら側はどちらかというと大規模一体型に突き進みまして、ちょっと私たちの意見が対立してしまったんですが、これがリーマンショック直前までの図面ですね。すごいね。我々はこれ、まあ、低層だと提案してたんですが、原価はなかった。低層といっても高いですよね。で、広場を総理に面して作りたいというふうに主張したのですが、中に囲い込む形のヨーロッパの方、これを担当したヨーロッパは出てきました。まあ、しかしリーマンショックで結果的には、超高層ビルはアパートはなくなりまして、普通の板状のマンションに変わって、これが今立っているやつですね。
高松、丸ヶ谷町に行かれる方も多いと思いますが、これはちょっと私たちと経済コンサルタント世界ですと誤解ないようにお願いします。それからですね、お回りしてしょうがないんですけど、そういうことです。まあということで、細かいことは書いてありますが、BC 外部用に作ったタウンマネジメントプログラムを最初にご紹介しましたが、これを、中心市街地活性化法の、基本計画の中に位置づけて B 外区と C 外区の運用が行われたということですね。まあちょっとこれは飛ばしましょう。それでさっき紹介しましたね。でこれが、まあ、タウンマネジメントプログラムで、まあ、さっきご紹介したやつです。でデザインコードと事業プログラムと運営戦略が、まあ、ABC 外部について入っているという、まあ、こういう整理をして進めていくわけです。それからそのうちのデザインコードに関してもうすでに散々喋ったくせにまだ残っていて、まあ、何をやろうということにしたかというと、街路との連続性を考慮しつつビルの中に今日の空間を組み込むことに規定を置いたということで、ポジティブな外部空間のつながり外階段ということでちょっとまた出てきます。デザインコードそのものはですね、法律制度でいうと地区計画があって、そのまた地区計画に盛り込められることができない、まあ、デザインの原則を書いているというものです。で地区計画というのは、都市計画の方はよく存じたようにドイツの制度を真似して導入されたものなんですが、日本の地区計画制度は決められることはとても限定されてまして、あまり細々としても決めることはできません。でそれを補足する必要があるということで、このパターンがあるんですね。それでこれがそのデザインの原則を考える時の、一つの、基本になったものです。で、これは何を書いてあるかってさっきのムービーの中にも出てきましたが、これが典型的な江戸時代の、その城下町時代のですね、街区の大きさです。ちょうどストリートがあって30メートルの奥行きのうなぎの寝床型の敷地が並ぶ、ここに町屋が建っていた。これが江戸時代ですね。で高松の場合はこのさらに後ろに地元の人は便所道と呼んでいる、幅1メートルぐらいの道がくっついてるんですけども、日本中城下町と大体このスケールとですね。それで、まず基本はですね、この構造は壊さないということです。で城下町時代には後でもちょっとご紹介しますが、川越なんかでもですね、まず通り沿いに母屋があってから後ろに離れがあるわけですが、その中後ろに間に中庭があるということで、その中庭があるというのを連続することで、通りににぎわいを生み出すと同時に後ろ側の住居の環境を保つという、そういうシステムが成立していたと考えられます。で丸亀町の場合はどうなったかというと、これがまず戦争で焼けまして、その後にみんな戦後は木造の住宅店舗付き住宅を建ててですね、お店をやり、中心商店街ですから、それなりの売り上げもあって、高度成長期にみんな建て替えていくわけですね。建て替えていく時にはまだ敷地はそのままです。こういう、いわゆる鉛筆ビルを建てることになります。でこの鉛筆ビルが、十分に効率的にというか2階以上がほとんど倉庫とか空き部屋になってしまったということはさっき申し上げました。で、そういう状態の中で、次どうするかということなんですね。で、後でも言うんですけども、要するに、この同じ状態をまた繰り返しても、未来がないというのが皆さんが、共同化に踏み切った大きな理由です。じゃあどういうふうに共同化するかということが重要で、そこにデザインコードというのが必要になっているということですね。で、ここではさっきから散々、出していますけれども、この文脈の中で言うと、
1階はお店に使わなきゃいけないけども、2階に中庭を作りましょうという形に組み替えてやっています。で、まあ、非常に基本的なことですけれども、建物の強みを中庭型にしていくと、町屋もそうだったし、これからもそうだと。ただし中庭は、これはバルセロナのセルダの都市計画の2階の中庭が結構あるんですよ。これだと。それから、ということですね。1階は全部使うけれども、2階は建物を寄せて中庭を作っていく。さっきのパリの建築規制を、習っていくと。あるいは日本の町屋の作り方に習っていくと。それから、外部空間を豊かにするという意味では、通りと、それから2階の中庭と裏の便所の人、それからここに通り庭みたいなのがありますので、このヒエラルキーとシステムを上手に組んでいくということ。それから、いろんな階段が、まあ、上に行くためにエスカレーターを含めて必要になるんですけども、これはさっき通りに賑わいを集めるというパターンがありましたが、それを実現するためには、いろんな建物から、外に出る階段をできる限り街路側に集めていくという、まあ、そういうことで外階段というパターンですね。これはそうですね。もうさっきもちょっと説明しましたけどね。これは有名なチャールズ皇太子の本の中に、ビジョン・オブ・ブリテンの中に出てくる、まあ、大有名なエジンバラの、プリンシーズ・スクエアですね。ちょうどビルの中の中庭を、上手に屋根をガラスの屋根を作って、非常に快適な空間を作っているんです。これを大物でやりたいというのが私たちの趣旨です。建物の中に囲い込まないで、街路を工夫したい。実はですね、高松の丸山町にはすでにそのモデルがいました。安藤忠雄のステップというのがあったんですね。で、まさに外階段、中庭を2階3階に作りながら、外階段でずっと外に出てくるというビルだったんですね。これできた時は、私は覚えてますけど、新聞記事やその他含めて、賞賛の、もつい賞賛が寄せられて、安藤さんの出世作の一つだと思うんですが、実はこれありません。今はこれ無印良品と思っている。これもでもちゃんと断ってやって、これも安藤忠雄先生だと2チャンネルぐらいで流れてますよね。ただこれやっぱり残念ながら持ち主がどうしても壊さざるを得なかった理由は、やっぱり階段のものが大変だったからなんですよね。でもとってもいい理由で、私はこういうふうにこういうのが周りに並ぶといいなと思いました。ただし登り方はちょっと工夫しなきゃいけないので、それから実は高松には安藤忠雄のこういう商業ビルのがいくつかありましたね。これはホワイエット、これはさっきの G 外区の中にあったんですが、壊されちゃいましたね。押せばいいと思ったんですが、壊されちゃいました。まあ、というわけで、そのようなデザインコードと地区計画とデザインコードという2つの、ルールのようなものを決めていこうということです。で、さっきも言ったように、ここでやった地区計画はですね、いろんな地区計画の種類があるんですけど、町並み誘導型という、地区計画です。でこれは高さの建物、斜線を撤廃して高さを決める代わり、斜線を撤廃する代わりに高さを決めなさいという、そういう、制度です。壁面を決めなさいという制度ですね。それから、ただし壁面は必ず、たとえ10センチでも引っ込めなきゃいけないという、幼稚園の制度にして、これを合意取るのは結構大変なんですが、町の人が頑張って合意を取って、住民提案型という形の都市計画で決めました。これがその地区の内容なんですが、なんでこれ出したかというと、さっき言ったやつです。ここにですね、壁面の維持の制限というのを書くんですけれども、この中に、低層部分においては、さっき見せたヨーロッパでは道路に出窓が出ていると言いまし
これをなんとしてもやろうと思いまして、低層部分に関しては、バルコニーその他を突き出してもよいと。まあ、こういうですね。まあ、こうして、地区計画を定めて、そして、進めていったということですね。で、いくつかの都市では、地区計画だけでは非常に弱いので、細かいデザインの話が組み込まれないので、横浜とかいくつかの都市では、それと連動してもう一つ、公式の法律ではないんだけど、美の基準みたいなのをつけているところがあるんですね。ここもそうしたかったんですが、残念ながら、高松市の許すところとはなりませんでした。ということです。それで、B と C の概念は、都市再開発法の、いわゆる再開発事業ではなくて、まあ、純粋に民間の事業ですけれども、まあ、公的資金を導入して、ほぼ映画力と同じスキームで、作りましたという話がここに書いてあります。で、まあ、これですね。で、これがビルができたと。まあ、中にやっちゃう、これです。あと写真が出てくるんですけど、なんかせせこましいようですが、決してそうではなくて、明るい中にあるんですね。はい、というわけで、だんだん時間が過ぎました。ここで4番のに入りますが、これ表裏のデザインとまちづくり会社、そういうふうなまちづくりということで、ちょっと今まで説明してきたことを改めてスキームの整理をさせていただきますが、さっきも言いましたように、これは1981年に新耐震という基準ができて、構造の基準が変わるんですけれども、それ以前の建物が非常に多いと、ブルーですね、多いという、そういうことです。で、こういう中で、さっきも出したこの図で、みんな建て替えをしなきゃいけないので、まあ、そろそろ建て替え時期に来るんだけど、しかし、改めてこの敷地のまんま、建て替えをして、果たしてその建物はまたちゃんと使えるだろう、1階は確かにお店になる、まあ、2階ぐらいまではなんとかなるとしてもですね、また同じことになるのではない。やっぱり、もし歴史的な建物のどうせ話してたんですけど、そうではないとすればですよ、このぐらい、あるいは外壁一つぐらいに、建物をまとめて、まとめると2階と3階が使えるんですよね。それから、エスカレーターもつけられますよね。それから、上は、マンションが作れる、集合住宅が作れるんですよね。まあ、そういうふうに、懸命にも判断する人が多くて、この高松の再生は進んでいるということです。で、その時のルールが、さっき言ったような一例のルールであるということですね。というわけで、今の話をちょっと絵で書くと、これは従前の状態です。A、B、C、D、E、F という人がいて、それぞれがそれぞれビルを建てていると。しかし、多くの建物が新耐震基準を満たしていない。個別に建て替えても展望がない。共同でビルを建てる方が確かに合理的である。しかし共同化は不安だ。共同化の不安というのは大変大きいです。どこの町に行っても隣の人やその隣の人や知らない人と一緒にビルを持ったら自分の権利やなんかはどうなるんだろうって心配する人はたくさんいますね。それを町づくり会社なんていう自分たちが作った会社を運営したらますます失敗するんじゃないかって心配する人もたくさんいるわけなんですけども、不安である。まあ、ここをどこまでそのスキームと中で、払拭していけるかという、まあ、そういうことになるんですね。それで、ポイントは2つある。どのような街を作るかというデザインのイメージの共有、それをやろうというふうにならなきゃいけない。しかし、同時にそれはこうやると不安なくできるというスキームを組まなきゃいけない。まあ、こういうことになるわけです。で、これがデザインとしてということで、丸山町の場合は、まあ、既に少し説明いたしましたけれども、これが元の状態で、これができた後ですね。土地はいじらない。土地はいじらない。で、定期借地権を設定して、その上にビルを建てます。で、そのビルは、町づくり会社が買います。で、町づくり会社は何かというと、この人たちが出資して作った会社です。
そして、この会社がこのビルを運営して、人に、つまりテナントに貸して、そこから収入を地代としてこの方々に払っています。こう簡単に言うとそういうことです。でこれはいわゆる再開発事業をしますので、先ほどの資金の構成で黄色いボールアップになりましたけれども、まあ、相当程度の公的資金がどういう、あといろんな、権利関係を整理するときの税制上の論点とかね、権利を動かすと必ず税金がかかるんですけども、再開発事業の中で権利を動かすと税金がかからない、まあ、そういったようなところを使っていくと。それからもう一つ、この商業、今度はこれを商業床を町づくり会社が買うわけですが、ここからは今度は、経産省側の制度に移って中心市街地で町づくり会社がこういうものを買うときには、特段の支援があるという制度を使うわけです。で、もし、従前の人はここで またお店をやりたいと思った場合は、例えば A さんが B さんがやりたいと思った場合は、B さんが改めて町づくり会社から床を借りまして、家賃を払う。家賃は払いますが、B さんは同時に地代をもらいますので、まあ、規模がうまくあれば、たどり使えるかなと、こういう構造です。で、ここからの話はですね、ちょっと時間があればやろうと思ったんですが、まあ、簡単に言いますと、この定着型の、再開発事業というのは、例はないわけではないんですが、あんまり数がありません。で本来は法律の中に原則型というやり方が書いてありまして、都市再開発法という法律ですけどね。この原則型のやり方というのが、まあ、原則型ですから、これは原則だと言われます。原則型というのは、等価交換方式。よくマンションデベロッパーの方が地主さんと一緒に、マンションを建てる場合が、これですね。もともとは普通のお家に住んでた方に、ヨーロッパが、話を持ちかけて、マンションを作って、マンションの一室をその人に差し上げると。で工事費はヨーロッパが持つというやつなんですね。そういう等価交換型のが、この再開事業の中の原則型と言われるものです。ただし、この原則型でやると、いろんな問題があるということで、こっちで定着方式というのを、提案したんです。いろんな問題があるというのの一つは合意形成ですね。まあ、土地をいじらないということは非常に合意形成上重要なポイントになります。それから、原則型の場合は、土地を権利変換しますので、保留証を買った会社はですね、結局土地を買った価格で自分の保留証を運営することになります。だからかなり高額な床を土地を買ってビルを建てたのと同じことになりますので、キーテナントというか保留証を買った会社の経営コストがかかる、定期借地型は実はそれを地代という形で分割払いしているという形になるので比較的低いコストで、町づくり会社は運営ができると、まあ、そういったようなポイントがから原則型ではさらに、権利者の方が自分の権利床をここに持つんですけれどもそれができるだけ面積で大きくしようとするものですからどうしても大きな床を要求しますそうするとどんどんこう今スライドを示したい大きなビルができましたで大きなビルができましたで大きなビルは合理的なやつではないんですね大きなビルというのは上の方の床が商業ビルというのは上の方の床が使えませんどんどん安くなってきますから、大きな建物は決して合理的ではないということで、まあさっきのこの一連の問題を解決するときに、町づくり会社が建設しマネージメントすると市街地再開発事業でやると有利だそれから、土地所有者は地代を、でこの地代が例えば A さんの持っている土地の、まあ、その時の、資産価格に対してそれをまあ銀行に預けた時よりもそれなりの高い、利回りとして地代が入れば、
まあみんなはそんな一応ハッピーであると、まあ、こういう構造で、まあ、これが生存と、ね、これがまあ率直に原則型の制度に従ってしまうと、床単価が高い、面積を増やすしかない、2つ保留床と権利床が生まれるので一体的なマネジメントができるだろう、地権者の方は権利床が小さい、もっと欲しい、どんどんビルが大きくなるという問題が、まあ、どうしても生ずるわけです。というわけで、丸川町で採用した定期借地型の、再開発事業というのは、まあ、一言で言うと、コミュニティによる再開発ということです。コミュニティが主体となって自分たちが行う。それから、原則型はどうしても、キープラントが重要になってきますので、他社に委ねる開発になりますということで、やっぱり、まあ、昔はこれをその三越とかが買って、ダイヤが買って、あるいはそこが買って成立したわけですけども、そういうこともそもそも成立しなくなったという状況の中で、まあ、このコミュニティによる開発のスキームが、まあ、やりたいと思っている町の再生のデザインの実現する方法になっていくと、まあ、こういうことですね。ちょっとこれは定期借地方針の意味をまとめたものです。でこの場合は、地権者も黄金のリスクを取るということなんですね。結局地権者の方はいわば自分の土地をこの開発に投資する形になります。で、そこからまあリターンを得るということに。ちょっとこれは企画地権の総裁で今日は飛ばしますね。まあ、というわけで、まちづくり会社というのが、まあ、大きな役割を果たしていることがお分かりいただけたと思います。したがいまして、丸ヶ谷町の今 の, この体制というのをこんなふうに図書いているということです。まず、まあ、母体になる、丸ヶ谷町振興組合商店街、これがまあ非常にしっかりした会社なんですけれども、これが生み出したまちづくり会社というのが、で、あ、そうか、その前にこっちを説明したんですね。そうするとですね、じゃあ、まあ、話はだいぶ複雑になってきて、この町全体をマネジメントする会社がまず一つあります。それから、各外部ごとに、さっき言った地権者の方が出資して作る共同出資会社というのが、外部ごとにできますということです。で、この地権者の方が作った町づくり会社はさすがに自分たちで運営する動力まで持ちませんので、結局商店街が町全体のために作ったもう一つの町づくり会社に運営を委託するという形で、管理をしていきます。だからこれはある意味トンネルの会社になります。それからそれに対して、丸町町づくり会社というのがあって、まあ、そこにはジェネラルマネージャーがいて、まあ、ショッピングセンターの、管理をするように、イベントを組んだり、それからテナントの管理をしたり、それからいろんなことをやっていくわけですね。で、まあ、ここに今こ女性が映ってますが、この人は神戸大学出身者ですけれども、こういうマネージャーに置かれて、まあ、今彼女は後で言う町の診療というところに映ってます。それで、でまあ、ごちゃごちゃ書いてありますけれども、また後で、読んでいただければと思いますが、こういったまちづくり会社が必要なのは、要するに、誰かに来てもらってやってもらいたくて済ませてはいない、その会社はいないわけです。昔はいたのかもしれない。結局、町の人は自分でやるしかないという、まあ、そこにつきます。で、自分でやるということは、お互いの、まあ、信頼し合って、まあ、信頼し合ってといっても、できる限りそこは合理的な近代的な関係を取り結んでですね、それで自分たちの資産を最大限に生かしながら、かつ合わせて、その都市の中心市街地やメインストリートを、市民のためのメインストリートを守っていくということをやっていくということです。まあ、それに対してそれはそれなりの、公共性があるから、まあ、それに対して相当程度の公的支援を、ね、準備する、まあ、そういうですね。
で、まちづくり会社ですが、これはあの、石原武正先生という、流通の方の先生、前は、大阪市立大学でしたが、今は理科大学の駅降りてます。そうでした、ね、石原先生、広辞苑という、本の中に、まちづくり会社の説明が書いてあります。地引きですから、ここにあのこう書いてますね、地域商業集積促進事業として平成元年に制度化されたものであると、で、まちづくり会社がどこかで新潟県で最初に行われたということなんですけど、この本はユニークなのはもう一つ、詳しい説明とか裏の説明がついているというのが面白いです。でこう見てください。もともとの発想は、埼玉県川越市の川越一番街商店街での実験に始めようとされる。空き店舗になっても家主が店舗を賃貸しようとしない。その理由を問いただすと、当時の借地借家法の下では貸してしまえば取られたも同然というほど賃借人の権利が保護されていたことに由来することが分かった。要するに民民の契約に対する不安が強く存在していたわけで、行政や商工会議所のような公的機関が中に介在すれば賃貸に応じてもいいという家主が結構あったという。それからそこから不動産の運用を図りながら町を動かすというアイデアが生まれ、それが国の政策に取り組まれたというふうに書いてあります。ちょっとこれあの大げさで実験は実はしなかったんですが、今高松の丸上町で散々喋ってきた町づくり会社というのは、実はその前に、川越の一番街という古い町並みのある商店街の、ことをやっているときに、思いついたものです。思いついたって私が一人で思いついたじゃない、地元の人と一緒に思いついたものです。ちょっとそこを少しだけ説明してもね。さっきの絵なんですが、この町づくり会社と川越で考えたもの、川越の町並みで、関西の方は何だろう、田舎の町並みというのがので、マンションが押し寄せてきているところなんですけども、ここで、いろんなことがあってですね、いろいろ町づくりの運動の動き出したのも、プラノ会っていうのができたわけです。まあ、すでに1983年の話です。その中に、町並み保存のために財団を作りたいという話があります。でこれは1980年代は実は日本でイギリスのナショナルトラストが紹介されて非常にブームになった時です。知床で夢を買いませんかとかね、これは千葉大学の木原先生というのが果たす役だったんですけれども、でとにかく買い取れば保存できる。それで知床もそうだし、天神崎というところもそうだしね、何しろその頃イギリスのナショナルトラストはイギリスの海岸線をみんなでお金出して買い取る運動というのをやってましたから、川越でも、建物がなくなるたびに悔しい思いをしないで、それを買い取る財団を作ったのだというふうに展開したんですが、当然ながら高い地下の日本でそんなことはできるわけがなくて、そこでみんなが思いついたのがですね、ナショナルトラストと同じような効果は市民あるいは住民がディベロッパーになることでもできるんではないかというふうに考えた。これをまちづくり会社と預けたんですね、コミュニティマート構想事業というのをやったときに置いてまして、でさっきのこれになるわけです。でデザインに関してはみんなで、ルールデザインコードを決めて町並み委員会を作ってマネジメントしていきました。それから空き家空き店舗に関しては町づくり会社を作って、それを積極的に活用していきましょう。空き家空き店舗ができて、それをどっかの大手不動産屋さんに持ち込んだ人がいるんですけれども、当然マンションの提案しか出てきませんよね。それでもまずい、ある方針とか哲学をしっかり持ったディベロッパーをが必要で、それは自分たちがやるしかないと、そういう発想がこの時にあったんですね。で川越ではちょっと残念ながらこちらの町並み委員会はすぐできたんですけど、これが町づくり規範というやつで、この中で、さっきの高松の原型みたいなやつなんですけども、川越の町並みはこういうことになってますよね。やっぱりこの長い敷地の中に店棟があって、関西と違って住居棟が突き出して、これは北に寄ってます。中庭があって離れが、店棟が並ぶことで町並みの賑わいが生まれて、
それから、後ろ側は、まあ、こういう形ですが、ここに中庭が連続して、隣同士、中庭の環境を守っていくという、こういう構造ができているわけですが、それがこっち側、駐車場になったり、セットバックしたり、こっち側はなんかこんな増築したりして壊れている。これはこういう形の建物ですね。これが壊れているということで、そうです、こんなようなになっている。もちろんこれは京都でも同じで、京都は、まあこういうことですよね。母屋があって、中庭が連続していて、離れがあるけど、マンションが入っている。こういうようなことをまとめて、さっきのまちづくり規範というのを出ましたね。これをまち並み委員会というのを運用しているわけです。で、まあ、そういうわけで、川越で発明はしたんですが、残念ながら実行はできてないんですが、実行していたところがありまして、これはもうご存知の長浜の黒壁という会社で、これは町の方がこの建物を壊されそうになった時にお金を集めて会社を作ってガラス館に変えて、でその後は、町全体で全部30何店舗の建物をいろんな形で運営している、そういうやり方ですね。で、まあ、これはその高松のようなビルを建てる再開発の町づくり会社ではありませんけれども、考え方は全く同じわけです。で、そういうものを参考にして、主に中小企業政策とか商業政策の方で町づくり会社というのが作られまして、それが現在に至ってるんですけれども、最初は結局あまりうまく動きませんでした。まあ、こういうさっきお見せしたモデルで説明しながら制度を作ったんですが、これは最初の町づくり会社が制度ができた時のパンフレットなんですけどね。町づくり会社はいろんなソフトとハードとそれからショップバンクと書いたのが、空き地や空き店舗を上手に活用していくデベロッパーとしての機能というものを考えました。商店街と上手に協力し合いながらお互いに補い合っていくというモデルを描いたんですけれども、最初の町づくり会社制度は残念ながら、川越や長浜のような町では使われなくて、いろんなショッピングセンターを再開発した時の保有床を買うというような形でしか使われずに、まあ、どっちかというと不発に終わりましたね。で、ということなんですが、まあ、その後その高松の例や何かが出てきたものですから、現在は、中心市街地活性化法の中で、いろいろな事業を進める場合には、まちづくり会社を中心にした組織体制を組むということが必須の条件になっています。まあ、ということで、まあ、町づくり会社のちょっとご説明しましたけれども、もう一度高松の方に戻ると、戻るとですね、そういう町づくり会社とか、それから定期借地権付きの方式の再開発、そういうスキームと、それから、どういう町を作るかというデザイナーですと。その両方をどう両立する。その中で順序は誤ってはいけないのであって、何をやりたいかが最初だということです。で、ただし、あるやりたいデザインを実現するためには、やっぱりスキームを上手に組む腕というのが大変必要になりまして、これさっきお見せした図ですけれども、さらに細かく見るとですね、まあ、いろんなところでお金を調達しなきゃいけないんです。まあ、そういう時に、どこまでこの場合は転出としてはこれどうしてもコストになるんですけれども、ここで例えばどうやって資金を集めるかというようなスキームをどう組むかという能力が問われるわけです。つまり我々はデザイン、皆さん特にデザインの方をなさっているんだろうと思いますけれども、ぜひこういうのを嫌わずにですね自分がやりたいことを実現するためにやっぱりスキームが組むということが重要でね、そういう能力に長けた人と一緒になることが必要ですね。あれ自分がやる、だからスキームだけが得意な人って絶対デザインのほうあんまり考えてませんからね。やっぱりイニシアチブを取るのはデザイナーの方でやってまずいんですよ。そこをぜひ間違えないようにしたいと思います。スキームの得意なあるいはスキームのプロだというふうに考えている方たちだけに、街づくりをお任せすると、まあ、決してあまりいい結果にならないんじゃないかなというふうに、まあ、思っています。まあ、という話です。それで、
15時3分。もうちょっといいですかね、10分ぐらいね。それで、あとちょっと補足がしてあるというか、実はですね、3ポイントアプローチと言いながら、今3ポイントのうちの2ポイントしか話してないんですよ。これは大変、いい加減なところでありまして、その3ポイント目をお話ししなきゃいけないんですが、スライドではその前に、ホロンとして高松丸の内町商店街の話が出てきました。これはちょっと今まであんまり地元の人の顔が見えてなかったんですが、一体こんなような町づくりを実行できた丸の内町商店街の人ってはどんな人なのかとか、この商店街組合ってどんな人なのかということをちょっと紹介しないといけないわけです。でこれは町商店街の事務所でソファで居眠りしていたら、その主な2人がここに現れてギャギャ喋っていたのを聞いていて、それを記憶したものなんですけれども、これね、古川さんと言って、理事長、そして赤石さんと言って、10歳ぐらい年上なんですが、専務理事をやって、もともとは靴屋さんなんですけどね、こっちは電気屋さんです。それで、ここにごちゃごちゃ書いてあるのはね、どうやって自分たちは将来生きていくか、その時にやっぱり町を自分たち その生きていく場としてどこまでやれるかということが重要だということなんです。で重要なことはですね、例えばイオンとかジャスコ、イオンの岡田海斗の本のタイトルは大黒柱に車をつけようということですよね。つまり、もともとは岡田さんというのは呉服屋さんですよね。呉服屋さんをその場所でずっとやっていては店が潰れると、お客さんのいるところに車をつけていかなきゃいけない、それが商売を続ける重要なポイントだと。それに対して、彼らがここで喋っているのは、商売は立地だと言われるけれども、自分たちはこの町にこだわらなきゃいけない、でそのこだわった町をどうやってやっていけるかということは、逆に言うと自分たちはその商売を変えていかなきゃいけないというような議論をしています。それを上手にみんなで、町づくり会社のような仕組みの中で、解決していかなきゃいけない、そういう話をしているところです。でなおこの商店街には大変全国に知られた名理事長が、萩山さんという名理事長がいらっしゃいまして、この方が、さっき言ったように1989年にまだお客さんがたくさん来ている時に、会長400年祭をやって500年祭を迎えられるようにすればいいか、どうしたら迎えられるか、みんなで考えようと言って若手に考えさせたというのが、最初なんですね。で、同時にこの商店街はそういう名物理事長とさっきのような組合員のコンビの中で、例えば駐車場を事業を成功させたり、いろんな全国の商店街の中でも、優秀な商店街運営をしてきたところなんです。でこれ駐車場ね、駐車場を作ってちゃんと駐車場を作ってちゃんとペイしてるって商店街意外にないんですよね。これは駐車場です。で駐車場だけでこの商店街はあと年間5000万円の利益を上げています。そのような、人たちがやったということで、町だということです。だでこれをさっきの広辞苑の石原武正先生は、小売業の外部性と町づくりという本の中で商人を2つに分けてね、イオンの岡田さんに代表されるような人を企業家商人、それから、丸の内商店街のような、あくまでもその場所に、こだわって、商売をしていくような人を町商人だと類型化しまして、少し理論的に説明しています。で通常普通企業商人というとやっぱりそういう企業家的商人が評価されるわけだけども、実は町づくりのためにはこの町商人が極めて重要なんだと、この人たちが一生懸命その町を守っていくということが重要なんだという、そういう説明。というわけで、結論でありますが、デザインとスクールに関しては、表裏の関係で、表はデザイン、スキームは裏ということです。さて、もう一つすみません、
3本の柱と言いながら3つ目をまた喋ってませんでした。で3つ目はですね、後から出てきた、後から出てきたわけじゃなくて、昔から一体こう商店街ってどういう商売を営めばいいのかっていうのは大きなテーマだったんですけれども、考えてはいたんですが、例えばこの丸前町の場合、こうやって BC 街を作った途端にですね、リーマンショックに襲われまして、A 街区では主にナショナルチェーンの、うち地元の方も出てるんですけども、ナショナルチェーンもそれなりに出てきて、店舗の床が埋まっていくことができたんですが、こっち側リーマンショックの後、それが出てこなかったですね。それで、だけどそんなことはどうでもいいことで、本来、商店街というのは、その地域の中心として、その地域にふさわしい何かこう、産業、商業としての産業ですね、営むべきなんですね。で、それがいよいよ本格的に、まあ、やるチャンスが来たというか、やらざるを得なくなったということでありまして、この B と C の街区のいろんな床は、そういう形で、組んでます。B 街区の方は、やっぱり小さなビルが多かったので、食べ物、レストランと自然食品のお店を運営する体制を作りまして、結構人気を得ていると。いろんな地域で活動している人たち、他の都市でね、他の地方の人の支援を得ながら、地元の企業家と一緒になって、やっていくと。特にこの、九州の不動の木の、ノウハウを教えてもらってやっている。さぬき優しい食卓、ビュッフェスタイルのレストランですが、安藤忠雄さんの階段は登らなかったけど、この曲がった階段は結構人が登っていくという現象が起きたりしています。できる限り、地域の、珍しい、得意な食材ですね。瀬戸内海では実はオリーブ浜地というと、オリーブ牛っていうのがありまして、小豆島のオリーブで食べさせて作った浜地と、牛が有名なんですが、それをいろんな形で提供する。で、もう一つ、より本格的にですね、ライフスタイルのブランド化ということに取り組んでいるのが、町の集落くるみというものです。でこれはこの街区のこの2階の中庭、2階のプランで、この2階の中庭があるんですが、あまり場所がいい場所だったとないんですけれども、ここに、ライフスタイルブランド化プロジェクトの機関店としてですね、これをやってます。でこれは、さっきのまちづくり会社のマネージャーだったこの方、水谷さんというんですが、この人が横滑りしまして切り文字、それから全体のコンセプトに関しては奈良で、文字が多いですよね、奈良でくるみの木をやっている石村さんの、石村さんの故郷が高松だった、志村さんの指導を得て、で、この雑貨系ですけども、で、安藤忠雄さんの階段にはちょっと凝りましたので、スカイツリーをつけまして、それで、2階に登った中庭があったんですね。で、その奥で、人種というのがあって、それなりの人が集まってます。高い評価。中は、いくつかのコーナーに分かれていて、雑貨があって、もちろん半分以上が地元のものですね、さぬきと四国の物産、それからしかし同時に、ポイントは3分の1は世界からいいもの、あるいは日本の他のとこからいいものを集め、それをハイブリッドにして、新しい生活を提案していくというスタイルですね。ファッション、それからギャラリー。ギャラリーはこういうギャラリーに、これちょっと違うんですけど、年金作家が店を1ヶ月ぐらい開くというようなギャラリー。ミニギャラリーもあって、それから、人間もあって、高松は桜高原という、ジョージ中島の椅子を作ったので有名な工芸会社がありますよね。それから漆が盛んなところですので、そういう面でも、が真ん中にキッチンのスタイルだったワークショップがあって、いろんな活動をするというような形で、あとカフェがあって、カフェのところがあります。それから、
これはジーシという、イサム・ノグチが彫刻に使っている石ですね。それから、これはその桜工芸の腕を添えて作った神の存在です。それからこれと、聞かれた方も多いと思いますが、瀬戸内芸術祭の当番上手に連動しながらですね、こっちが13、2回目のやつですね。それからもっと小規模じゃ瀬戸内生活工芸祭というのがありまして、ここに言われる人気作家が集まって、町中の、ああいうことでやってるかもしれませんけども、町中の工芸品のお店とレストランと連携して、これ、この分野では知る人ぞ人気の方々のお店セットです。ご飯が美味しそうじゃないですけどね、分かってるそれで蜂の汁5,000円で完売いたしました。商売になっちゃいました。そういうような、ことをですね、しようというのがライフスタイル。これが今後地方都市の中で、それぞれの地域の中でどうできていくか、これが大きなポイントだと思っています。そこには変ないですけれども、その中央の、ナチュラルチェーンの支援も得てもいいんですけれども、それだけでなくて、やっぱり地方でそれぞれ成功している方がいらっしゃるわけですよね。そういう方々がぜひ地方同士で連携を組んで、地元のノウハウを提供する立ち行きの企業家、それから地元で、資金を出す人、それから商店街床を出す人、から商店街で実際にそれを運営する人というようなものが集まってですね、木を探していきたいというのが夢です。アレキサンダーの有名なツリーからスリマチ、セミラチスというのをいい加減に、持ち出したんですが、要するにちょっとアレキサンダーの説明と全く違うんですけども、日本の国は全体がですね、釣り構造になってるわけです。商店街があって、市があって、県があって、東京があって、そうではなくて、この横同士がつながってこうセミラッチを作っていくということが、これからの重要なポイントではないかと思っておりまして、これをその商店街の再生というのは、要するに人口が減って都市をシュリンクしていかない、縮大していく場面に入っているわけですよね。でその中で、極めて重要なポイントはやっぱり、中心市街地の再生だと思っています。で中心市街地をしっかりと維持して、再生していくということですね。メインストリート、市民の生活あるいは政治を含めて場にしていくということが一方です。しかしそこで、もちろんそこに住宅も作り、いろんな公共施設も作るわけですけれども、その中で特徴的なこととしてやっぱり、その地域のライフスタイルを、きちんと、産業にしていくというそういう構造を作る必要、この2つを合わせて日本の柱にして、田園都市もありましたけど、これからの地域を 再構築していくということが必要なんだろうと思っているということです。以上をもちまして、だんだん話が大掛かりになってしまいました。スリーポイントアプローチの話を終わらせていただきます。15時17分になってしまいました。どうも長い間ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。すごく具体的な話で、非常に興味深いところがあったと思いますけれども、いくつかね、この場所でも質問がある方はしていただいたらと思います。すごくいっぱいのスライドで説明してくれたので、またもうちょっとわからなかったところとか、そういうことでもいいと。てんこ盛りまたやっちゃった。いやちょっとここで聞いていただければ、このまたスライドで、ご説明いただけるかと思います。どうでしょう、どんどん聞いてくれたらと思います。
なんかね、まあ、まだみんな、今あんまり4年生はいないかな、多分3年生とか2年生とか、卒論とか書くとも言いますけども、結構の人が割とこう、まあ、自分のね、町が今、ちょっと調子悪いんだけども、地元がもっと元気になればいいなみたいな、そんな、調査とかプロジェクトをやる人とか結構毎年いるので、割と、まあ、みんな神戸に住んでる人も、それから地方の人も、まあ、自分のね、町のことについていろいろ考えてたりするんじゃないかなと思うんですけども、そんなあのことでね、いろいろ聞いてみたりとか、あと実際にこの高松に行ったことがある人とか、なんか感想とかでもいいですし、ぜひ。じゃあ一応あの、まあ、所属のビルうん、なんか質問に読んでまた質問できます。環境建築デザイン学科4階長浜県の飯島です、はい、興味深い話ありがとうございました。この丸亀町商店街っていうのが僕のその地元のすぐ近くで、高校生の時からもうすごく変わっていってるのを見てきました。でアーケードのデザインとその通りのデザインが主に変わったところかなっていうふうな印象をずっと思ってて、で光が差し込んで風が通って、で緑があって、すごく気持ちのいい空間になったと思います。で、こういう気持ちのいい空間を一つあの丸亀町っていう部分で作り出されたんですけど、その周辺の商店街がどういう反応をしたのかっていう部分をちょっと聞いてみたいのと、あともう一ついいですか、はい、もう一つがそのこの商店街ってすごく自転車の通りが問題視されてたんです。ずっとなんかで僕もその通学路とかで自転車使って通ってたんですけど、こういうこの気持ちのいい空間になったことで、昔はそのすごく多かったんですけど、今は少ないというふうに感じました。でそういうところがパターンランゲージの一つとしてなんか意図された部分があるのかなっていうことを質問させていただきたいです。雑質問ね。いや痛いとこ作れましたね。あの1点目は、まあ、八商店街ありましてね、まあそのうちの丸亀町商店街は一番商店街なんです。で、まあ、あの高松の人はやっぱりあの周りの商店街で起業して、で最後は丸亀町に出るっていうような形で、まあ、だんだんこう事業を大きくしていくっていう方が多かった、目標になった商店街ですよね。まあそこだけこんないろんなことやって他の町はどうなんだという問題が当然あります。で、まあそっちに行って他の町は、まあこれほどの作業ができませんので、まあ、特に端っこの方は何か別の手当てを考えていかなきゃいけないでしょうね。だから今のお話に対して十分な回答は実はありません。しかし逆に、丸万円町が何もしなかったらよかったかというと、これもまたありえない話なので、ここはやっぱり、やるしはあったなと思ってますが、その問題はぜひいろいろまた考えてみてください。それでずるいね、自分で分かんないことを人にかけてみてください。自転車の方ね、自転車はなんか回答分からんのよよく、まあ、他の町でもね、大変です。丸亀町の再開発の中では実は機械式の自転車駐車場を用意してあります。地下にいるんですね。入れてガチャッと。で、しかしそれでも解決しもちろんしなくて、自転車を飛ばす人がいるもんですから、まあ、一応こんな風にしたんだけれども、そんなの関係なくまっすぐ飛ばすやつも多いですからね。現在は結局非常に、市民の批判が高まって、この商店街のこの中で自転車はもう乗って走っちゃいけないこと、みんな降りなきゃいけないということを厳しく監視しています。それでなんか減ったように見えるかもしれないですね。
逆に言うとだけど自転車で乗りつけてお客さんが来ていたお店はそういう意味では厳しかったです。自転車の問題っては全国どこでもすごく難しいですね。回答が見つからないみたい。他の方いかがでしょう。どうでしょう。どんどん何かあったら。環境建築大学からの方って。どうもありがとうございます。ちょっとまあ学生多分質問を考えてるところかなと思っているので。スキームの中で都市が合意形成やすいように定借を定期借地権を使って、はい、定期借地権なので、まあ、いつか定期その期間が終わることになるので、はいはい、その後のことをどう考えられているのかな、はいはい、まあ、さっき飛ばしちゃったんですけども、すみません、2時間って聞いたもんです。これは大変だと思って。あ、これです。適借地権というのは、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、期間が切れたら建物を壊して、地主に返すという人から土地所有者に返すというそういう趣旨なんです。で、ということは、まだ使える建物も県が来たら壊すんじゃない、壊すんだということですよね。決して環境に優しい話じゃないんですよね。ですから、そこをどうクリアするかということが、まあ、知恵の出しどころでありまして、高松の場合はまあ、いろいろ工夫はしてあります。例えばこれは上の方にですね、存続期間、まあ、住宅は60年なんですが、ちょっと62年というのがあったんですけど、これはちょっと工事機械なんかのことが入ってるんですけど、ただし書きが書いてありまして、30年を限度とした延長の可能性を言ってます。それからさらに、建物の状況が良好な場合、おつらは定期借地権契約終了時に、建物区分所有者の持ち分割合が、20分の19以上の建物区分所有者が希望したときには30年を限度として定期借地権の存続期限の延長を請求することがあるという、そういう、まあ、30年延長です、ね、それから、もう一つ、建物を必ずしも壊さないでもよいというふうなのが2段目です。ただしです、ね、住宅などについて権利化として住宅を所有する者らの者ら建物の分譲による常住人を要求ですか、それらの承継にはですね、無償譲渡するという形で、まあ、建物持ってる人はそこで建物の権利が消えるんですけれども、それを結局、まちづくり会社の所有に、することによって、まちづくり会社はそこで存続を決意すれば、あるいはなんかちょっと修理するということを決意すれば、その建物が継続するということは可能であるということに、という工夫をしてした契約書を作っています。わかりました、ありがとうございます。あともう一つは、まあ、当然こう市街地自体はどんどんスクロールしているので、はい、やっぱり車で来る人は増える、まだ増えますね、ということですね。で、そのあたり、まあ、すぐ横に鉄道も、まあ、ちょっと離れるとあるわけなので、なんかそういうこととの大きな考え方みたいなのは全体としてこう議論がなされてるんで
されたり、まあこの辺はあの現実的な判断しかなくて、とにかく商店街の人は駐車場をどこまで作れるかということを今必死になってずっとやってます。今でも足りないと言ってます。で、ちょっと駐車場の地図出しますが、ここですね。もうあの車で来るというのは否定のしようもなくてですね、もちろんコンピュラ電車で歩いてる人もいるんですけども、現在は、1500台を目指す、ちょっと忘れちゃったんですけど、何千台っていう数をやっぱりなんとかやりたいと思っているみたいです。で現在すでに、これで言うと、最初にこれ、ね、これ傾斜式のこれですね。それから銀行の後、これはまあ立体駐車場で今機械壊れちゃったのでやめちゃいましたけど、それからここは再開発が入っちゃったんですが、これですね、これがまよく使われていて、これ銀行の後を買い取って、それからさっき言ったように映画部の再開発の時に三越の前に平地の駐車場があったんですけど、それを立体駐車場に買いました。その、いいか悪いかは別にして、それ車をたくさん使うこととか、そういうことは別にしてですね、やっぱり駐車場、使いやすい駐車場を、できる限り用意するって、今でもまだ目指しているところですね。あ、もちろん自治会館だけど、現状ではお客さんのどれくらいが車でどれくらいが、お前とか知らない、それは、そのデータは知らないです。ただね、興味深いと思ったんですが、まあ、とにかく例えば夢タウンというのは南の方には5分ぐらいとかありましてね、そこはまあ広大な駐車場が周りにあるんですよね。それで、日曜日の午後のちょっと天気の悪い時、ちょっと雨降りかけてる時見てたら、町の方にいっぱい来るんですね、車乗った人がね。つまり郊外大型店の駐車場というのは車が多い時には、店のそばに止められる時はいいですけど、そうじゃないと傘さしてるって言わなきゃいけないんですけど、この商店街の場合はほんのちょっと傘させば済むんですという意味で、郊外大型店にはちょっと勝てたかなと思ったりしました。ちょっとご質問の趣旨とは違うんですけど、駐車場も悩みたいですね。本当は良くないですよね。町ごとしはもう本当に車だらけ。どうですか。約3年生の人で今町づくりというか都市ランドスケープの実習やってる人とか、いない人に出ましょうか、どちら誰かいますさっしゃおう、何言ったらよくわからん、そういう意味でいいよ、そうです、感想でも反省としては、さっき言ってる2時間と聞いたもんですから、授業というのは大体アカデミックレートですって10分遅れて始まって10分早く終わるのが礼儀だって聞いてたもんですから、そうすると1時間半の授業は実は70分なんで、2時間って聞くと身構えてついついてんこ盛りにするって悪い癖になりました。まあ高松のね話をしていただきましたけども、 いいですか。貴重なお話ありがとうございました。僕は実際その丸亀商店街に行って感想なんですけど、
途中 の、 なんですか、すごく広い空間になっていて、その、まあ、いろんなイベントをやって、その時の音楽祭みたいなことをしていたんですけど、まあ、そこは僕はいう空間がすごい、ドームの下気に入っていたんですけど、そうじゃないと思う、最初の方にいたんですけど、最初の出すのね。待って。どれ出すの？出た。え？ドームの画像なんですけど。うん、寂しいとこあった。うん、ちょっとガランとしたところ。すごい。あれどうだ？どれかな？車の展示とかいろいろしてた場所。うん？車のこれではなくて、そっちは見えるの、ドームのことですか。ドームの、あ、ドームのこと、あ、ドームね、ドーム、あ、はい、これ、はい、そこですね、見えてるんだ、ドーム、はい、うん、僕は行ったんですけど、すごい光がそれでも入ってきていて、すごく、なんですかね、その人が集まりやすいというか、ね、いい空間だなっていうふうに感じていて、いうぐらいです。あ、感想か。はい、感想です。ありがとうございます。もうよくやりすぎだって言われるんですけどね。やりすぎだって言わないよね。これ写真がないんですけど、アーケードなんですけどね、アーケードってなんとなく暗いですよね。新しくても、あれは実はちょっと理由があって、神戸もたくさんアーケード再建されたと思ってますけど、昔昭和30年代の通達がありましてね、建設庁のアーケードの通達があるんですよ。で、そのアーケードの通達というのは地方文献改革で消えたはずなんですけど、地方に行くとそのまま県の規則とかが残ってるわけで、そのアーケードはその通達によるとですね、高さこのぐらいになるとこれが好きだったんですよね。店舗とアーケードの間に必ず鉄板、1メートルぐらいの幅の鉄板っていうかアルミニウムがあると思った。要するに金属板が貼ってあります、ずっと。で、透明な部分ってこれ真ん中だけなんですよ、小さくて分かりますけど。これ両側ね、コビを見ていただくと分かると思う。必ず金属板が貼ってあります。これはなぜかっていうと、その三十何年の通達にあるんですけれども、商店街で火事が出た時に火が横に燃え広がらないように、建物とアーケードの間の部分は火ですぐ溶ける材料ですんだけ、これは結局アルミニウムかなんかの金属板になるんですよね。どうしてもそれを貼らなきゃいけない。でそれをやるとどうしてもアーケードが暗くなる、なりますね。溶けなきゃいけないんです。で、火が横に広がらないようにしなきゃいけないんです。で、これは要するに避難もう使って避難検証法その他を使って、そういう問題はないということを一応こう検証した上で作ってるんです。
手間かかるんです、こういうの作るのは。やっぱりその辺はなんていうかな、まあ、いろいろ規制緩和とかいろんな話がありますが、規制緩和そのものは僕はそんなに賛成ではありませんけど、やっぱりなんかいいものを作ろうと思った時の障害になる規制はなんかやっぱりなんとかしてこう超えていくね、パワーが必要だと思いますね。これはアーケード規制通りに作ってたらまたそれくらい、でもそもそもできなかった。これも難しいですよ、建築基準法上これ建物になっちゃった敷地はどこだろうと、わけわかんない話が出てきてる。で、普通のアーケードはそういうわけで、建物とアーケードをちゃんと分けたんですよね。建物に乗っかっちゃってますので、これ自体建物でここが敷地だとかって言われますと、非常にこんがりくった話になって、そういうのを、なんとか克服しないと、これなかなかできていかないと。大人の世界はうるさいですね。はい、すごい、自分が今ランドスケープの課題の中で観光をテーマにして取り組んでるんですけど、まあ、日本にお手本にしたいなっていうところとかいろいろあって、すごい興味深くお話をしてました。で、丸亀町商店街は今観光地としてもう成功するっていうところですよね、これは。とりあえずね成功はしてるってことですね、うん、大変ですよ。それで、その丸亀町商店街はなんかすごいその歴史、土地に歴史があったりして、そういうのをなんか取り入れつつ、なんか今風にアレンジしたような雰囲気で見ていたんですけども、で、他のなんか別の土地でやられてた事例もその土地の歴史を読んで、その通りの歴史とかを読んで作られてたように思うんですが、土地がまだ歴史が若かったりとかしたら、その取っかかりは、取っかかりとか何を手がかりに、その歴史があるところで仕事してずるいって言うか、僕はあんまり新しく作ったところに興味がないので、そこをどうしろと言われてもよくわからないんだけれども、基本的に私が思っているのは、そうですね、少なくとも、戦前ぐらいまで中心になってたところはやっぱり今でも中心になるべきだと思ってるんですよ。だから当然私が出かけていくところはみんな歴史があるんです。そんな説明は良くないですか。で、これを歴史使っ、もちろん使ってますけど、これはもうね、さっき言ったように空襲で建物自体はなくなってますので、いわゆる歴史的な街並みではありません。まあ、ただこの銀行はね、唯一、戦災にありながら残った建物ですけど、それ以外の建物は実はほとんど建物としてはありません。間違いまで、それはやっぱり大事にしなきゃいけないだろうということで、ただし、いわゆる町並み保存型のものに、都市の規模と証券の大きさによっては川越の一番街や長浜の黒壁のように低層の商家と住宅で、町を作っていくということが適切な場合もあれば、ここはやっぱり県庁所在都市でその一番中心の商店街で、商圏も60万人ぐらいあるということになってくると、それではちょっと落ち着かなくて、古い建物も残念ながら残ってないことでもあるし、これはやっぱり少し床を大きくして、そういうことに耐えられる町にできる、その城下町の構造を受け継ぎつつ、どうやったらできるかなということがテーマなんですよね。それ以外のところに取られるところじゃない。
まあそれはそれで、あのいずれにせよ、あれじゃないですかね、あのまあ30年前に開発されたところでも、そういうところの何かこうもっとあの地形とかそういうことを含めて読み込みながらやるんじゃないでしょうか。すごいその読み取り方の勉強になったんで、本日はありがとうございます。はい、その他いかがですか。大丈夫ですか。はい、なんか言えば、あの石巻の方でもいろいろ、ああ石巻ちょっとだけなんかどういうことを覚えてなかった。ああちょっといいですか、まだそれでやってみたいかもない。すいません、いやいや、いいですよ。あの本当に入れようかなと思ったんだけど、なんか天候になっちゃった。うちの卒業生もあの石巻カフェとか、ああそうやってらっしゃいますか。ちょっと関わったりしてます。そうですよね、はい、はい、ちょっとだけ出します。今の話と、まあ、関係しますので、まあ、今あの高松の話でしたけども、あの高松結構近いですから、あのまあこの大学からだったら車だったら、まあ、2時間あれば着く感じ。船で行くのがいいの。走ってますよね船は。船、そう、神戸港っていうか、はい、あのな神戸港からも行けます。まあ、ぜひ一度行ってみてくださいね。まあ、この丸亀の商店街とかも見どころだし、まあ、それから、夏に展覧会とか行ってましたけど、まあ、丹下健三 の, その初期の建物とかも。私あの生誕、はい、生誕信号生誕100年、生誕100年石巻なんですけど、石巻は歴史的な都市なんです。これはこれホテルの壁に復刻があったんで撮ったんですけど、これがあの石巻なんですね。それで、まあ、被災した都市の中では2番目に大きい、まあ、仙台含めると仙台を除くと一番大きい。一番言いたいことは、これが今の地図です。それでピンクが水に近かったところ で、ブルーが BIG とか、水には一応こう使ってるんですけれども、使い方が非常に違います。で、まず浜のところですね。浜のところは完全に決まって打撃を越えられる。それからこういう割に奥側っていうのは、これはドドーって水が来たというよりは、あの水がだんだん上がってきてしばらく引かなかった。でこれはなんか隙間がいっぱいあるようですが、これはそもそも駐車場かなんかで街が建てられて埋まってない。一番古い町はここなんですね。で、ここはもちろん建物被害受けてますが、家によっては床下で終わっている。ちょっと海に近いところはもちろん車が流されてきたりなんで、それがどんどんぶつかって、建物を壊したりするんですけども、まあ、いずれにせよですね、まあ、昼夜はっていう高台があって、まあ、東部もまた水なんですが、同じ津波被害といっても、中身はすごい違うということをまず言う
て、その中でも昔からある町っていうのは今は比較的軽微だ、石巻だけかもしれないけど他の町でも同じような傾向あると思うんですけどね。それであのこれがあの1913年の石巻の地図です。ここは古い町ですね。それで、まずその津波が大きな被害を得たところとかこういうところは全部田んぼ、しかし海の上なんですよですから、で あの外側の町が形成されたのは実は全部戦後のことで、あの車社会になってからですよね。ですから、今回の震災で被害がものすごく大きくなった最大の理由は戦後の都市化ではないかというふうに思っています。そういう意味で、実はやっぱりで、その中でもそもそもの中心地というのは離島地のようなそれなりの高台にあったりしてですね、今めちゃくちゃ大きくはないよ。あ、マイク手に持ってね。ということで、でありますので、あの石巻の進むべき道は僕らはやっぱりここをちゃんと、した町としてもう一度再生するということだろうと思っています。それで、町ではですね、ここが白いんですよね。これヘビタというんですが、まあ、ここに今あの土地区画整理をして、新しいあの住宅地を作ろうと実験に作ってるんですけれども、まあ、それはそれでいいと思うんですけど、そうではなくてやっぱりここにもっと人が住めるようにするということです。それであの既にここは商店街なんですが、津波の前からあの実はこのヘビタというところに巨大な寮ができましてまあ相当シャッター通りになってたんですよね。だから、その問題を含めて、つまり、津波あるなしに関わらず、地震あるなしに関わらず中心市街地を再生するという課題と、それから、震災の復興という課題の両方をですね、この際、なんとか解決していこうというのが、ちょっと大それた野望でございます。これはあの、で石巻の町というのはさっきもお見せしたように、あの歴史的な町なんです。そういう意味ではあの また歴史使ってると言われるかもしれないけど、あのこういうふうに非常にあの陰心を極めた、港町なんですね。それで、お金を得る場所とかいっぱいあって非常に栄えた町だ。まあ、あのその時代の地割りというのはやっぱり残っていて、やっぱりうなぎの寝床型の地割りです、ね。ただし歴史的な町屋はあの何軒かのあったんですけど、それは残念ながら今度のつまりなくなっちゃった。それでまあただし大多数はあの、戦後の非常に経済が活性化しているところだったものですから、あの商店街の方はほとんど建て替えられちゃって。歴史的な建物は、まあ、少数の土蔵と、それからここにある、北谷さんという方の、まあ、大正時代です。大正か昭和の初めの、綺麗なお庭と、和風の邸宅ですね、が残っているぐらいなんですね。で その建物は昔としいですよ。まあ、というわけで、今やろうとしていることは、この模型にあるように、合意のできたところから再開発をしていきましょうと。再開発事業というのはあの5人の地権者が集まるとできるものですから、5人の地権者の方が合意をしたら、その方々が町づくり会社を作って自分の土地で、まあ、お店と住宅を作る。で、その場合に一体どういうデザインにするかっていうのがまあ難しいところで、すみません、ちょっと、これ使いすぎるとかっこいいですね。それで、まあ、これは現状ですね。もうすでに、あのシャッター通りでかつ、駐車場も増えています。これはマンションではなくて、専修大学が
来てるんですけど、石巻選手が、本当かそうか知らないけど、学生さんのレシピ作ったワンルームマンションに、ちょっとキャンパスが遠いもんですから、今ホテルに使ってるというようなものとかですね。で、理念としてはね、こういうふうに考えたんです。もともとやっぱりこうやって細長い敷地に町屋があって、母屋があって、裏があって、離れがあって、裏があって、こちらもあるというような、構造だったと思うんですけれども、これを、僕はこういう建物が残ってませんので、とりあえず、まず、仮設の人もいて住まなきゃいけないし、まず道路側にはちゃんと数階建てで、1階がお店の棟を置きます。それから、駐車場が大変問題ですので、奥側は駐車場にしますが、避難階というものがありますので、避難階をそのように置いて、避難階の外部の内側には低層での集合住宅を何か工夫していったらどうでしょうか。こういう提案をしていまして、これに近い形でやってるんですが、だんだんね、津波の記憶が薄れるにつれて、こういうものの必要性がコストの前に消えていくんですよね。でこれ例えば、でも今でも商店街にはこういう看板が立ってまして、ここは2階を開放してますと、屋上を開放してますと、何かあったら逃げ込んでくださいっていう看板が立ってるんですけどね。それから、これですね。これ、見に行った人たくさんいるんですけど、あれは嫌だって言われてるんですけど、ですね。います。で、これはやっぱりデザインの問題だと思ってまして、境でる人工土地ね。これは人工土地を作るということが主要な動機になってますから、僕はさっきの町屋の上でお示ししたように、外からはこんなものがあるというのは分からなくて、外区の中は、普通の人々の居住空間は少し上に上がっていって、下に駐車場があるというような構造ができれば、非常にいいかなと思っています。もう一つはモデルにしようと思ったのが、イギリスのチェスターにあるローズというやつで、ご覧のように2階にずっとつながって通路がついています。で、裏側がこういう形になるんです。あれはスピンセンター。こういうようなのをモデルにしながら、これが方針です。さっきも言ったように、合意のできたところからどんどんやっていく。ただし、合意のできたところはどんどんやっていって、最後にできたらめちゃくちゃになるということはないようですね。それは注意したいと思うんですが、全部つながることもないので、ですね。で、これ一応、上等手段のデザインコードもごく簡単なものでプロモナー最高5階凪の寝床2階のメインフロアローズの真似多様な住宅多様なっていうのは通り沿いは小さい住宅でも外区内は一戸建てに近いような感じのじゃないですか。それから分棟型それから道路際の建物を作るとやっぱり D バレッジですね5階を限界にするとそれからポジティブな外部連続する正面が、ね、通りへの直通階段を作れないかということです。で、これが現在進んでいるもので、これが今先行しています。これは中庭型の2階建てにしたんですが、2階建てはバリアフリーの時代なんだとか言われて、はっつって、ネットは。低層の今これがその、秋田屋さんの古い和風の家と庭があるところでその周りを、作ってここにはいわゆるライフスタイルショップを作ろうと思って、NHK でひょっとしたらご覧になってますよね。ご、サポートということで、これをモデルに石巻の海産物を生かしたライフスタイルショップを入れようとそうですね。でこれは商工会議所が企画大きな敷地でここで外区でまた食べ直しをしようと、いずれも私たちが買うのは、通り沿いに数階建ての町並みを作って中には人工地盤
のようなものを作って下を駐車場にして、あるいは、スーパーマーケットにして、上に低層で住んでいただくという感じですね。これが今1号の中央産地になっています。これが北谷さん、一家混雑な感じになったんですが、これお庭で、これが、商工会議所のある三角地で、これもご多分に漏れず、かつて再開発の話があって当たった立ち消えになって、これがあるんですから、また再開発やとトラウマになってて、なかなかこういう経験じゃないと。こんなん出すんだね。ちょっと地元の人です、ね、はい、まあというような人をやってます。ありがとうございました。